はい、こんにちは。えー、レクセン二高地の矢島です。今回ですね、当案の書き方をですね、しっかり勉強しようということで、テーマの行政法でやっていきたいと思ってます。で、レジュメですね、あのー、二つありまして、 えー、本試験で高評価を得られる答案の書き方で、丸1と丸2というものがあります。で、えー、まず先に丸2の方薄、薄い方のね、丸2の方なんですけども、こちらはの平成26年の小試験の行政法の問題文です。で、そこに、まあ、あの、私の方で線引いたり、ちょっとメモを、あの、したものが、あの、ある、えー、メモしたものなんかがこうあるんですけどね。まあ、そういったものが、まずこれ、一冊、丸2ってことになりますね。そして、丸1の方がですね、こちらの方が、あ,ある意味、レジュメの本体でありまして、えー、こちらの方はですね、まあ、その、まず、論文試験の勉 今日の仕方が最初第一部ってことで、書いててありましてでその後の第2部のところで、まあ、今回取り扱う、まあ、司法試験の平成26年の,の行政法の特に説明位が非常に応用範囲があの広いところでありますので、まあ、そこに関する情報ですね、えー、が載ってるって感じになりますね。というわけで、ま、以上ね、この2つ使っていきますので、あの、よろしくお願いします。えー、ではね、最初に、 えっと、一応今日、答案の書き方をね、ちょっと先に一般的な話をあの、ちょっと軽くやっておきます。で、えっ、ー、と、丸一の方を先にね、開けていただきたいんですけれども、まあ一応ちょっと画面にね、映しておきますが、解像度があまり良くないから多分字見られないと思うので、まあレジュメをね、ご覧いただければというふうに思いますね。<laughs> えー、で、今ね、丸一のレジュメで1ページのところなんですけど、まぁ、あ、初めにってことで、まあ今回はね、司法試験のまあ論文確保も題材にして、まあ試験交差員にね、高評価得られる答案作成する学力の習得方法についてね、話をしていきたいと思ってます。 で,すね、で、まあ、取り扱い、取り扱い問題はさっき言ったとおり、平成26年司法試験の行政法の説問一ということになります。で、なんで今回この問題を扱ったか、扱うことにあのしたかっていうとね、例年実はあの、この講座、ま、毎年あの、やってるんですけど、大体民法を題材にすることが多いんですよ。まあ、あの、当たりりがない科目なのかなってことでね、特にこう、あの、勉強あまり進んでない方でも、まあ、民法だと比較的話ついてきやすいっていうところがあるのかなと思って、まあ、民法やってたんですけど、まあ、今回ちょっと行政法にあの、したいと思ってるんですよね。で、まあ、行政法なんでこれ選んだかっていうとね、この、えー えっと、1>, 1ページの3つ目のブロックのところなんですけれども、まあ、上記問題をね、今回取り扱うことにした意図ということで、まあ、司法試験と予備試験においてね、行政サイルに関する問題が非常にこう、取材頻度高いんですよね、品質してるんですよ。で、 今回はまあ行政裁量に関する問題の中でも、まあ、司法試験において過去に何度かあの取材されています。テーマとしてはこの太字のとこですね、裁量基準に従ってえ行った行政処分の適法性です。これでね、あの何回も出てるんですよ。で、なんで、これ何回な、なんで何回も出てるかというと、実務ですごく大事だからなんですね。実際にまあ処分の根拠法令、まあ、例えば法律がね、まあ、国会がこう作った法律っていうのがあったとして、で、大体その処分要件っていうのが抽象的、一般的抽象的ですから、まあ、法律ってそういう性質のものですからね。で、そうなってくると、 一般的中小的な法規範を、ま、各、その、例えば、ま、国の行政庁とかね、あるいはその、国の法令を地方自治体の、ま、行政庁の方がね、例えば都道府県知事とか市区町村長が、ま、その、国の法令を適用して処分することもあるんですけど、その時に、一般的中小的な国のね、法、法令、法規範、それを、ま、各自治体のその判断に任せて適用を任せちゃうとですね、結構不平等な自治体によってこう取り扱いが異なったりとかしてですね、不平等な結果になりかねないってことで、実際には、その裁量基準、ま、その通達とか要項っていう形で、 行政内部の一応こう基準としてですね、通達要項というのをよく定めて、で、それによってあの、行政処分では実際行われてることが多いんですよね。で、そういうのをよく、実務だと通達行政なんていうふうにあの言うんですけど、ま、実際それが常識になってます。なので、ま、それゆえにね、現実の世の中でよく行われることなのか、そこを踏まえてですね、よくあの試験で出てるんですよね。というわけで、ま、今回そういうことで、そういったものをテーマにしていこうということで、あの、考えてます。さて、で、えっと、今のね、レジュメの、ま、大体このね、あ、今どこだえっと、 どこ見てたんだここですね。一番冒頭のところを見せたのか。冒頭のところを見ていましたけど。で、その後ね、今度次のところですね。あ、で、目次がありますんで。1ページのね、後ろのところにあの、目次がありますので。 え、こちらね、あの、後で復習するときに、あ、一応言っときましょうか。えっ、ー、と、まずね、えっ、ー、と、目次、1ページの目次のところで、最初にあの、学習の手順、うん、ですね、第1。で、その後、第2の1で問題文で、第2の2でその取材の詩そして第2の3で採点実感。で、採点実感ご存知の方、多いかと思いますけど、ご存知ない方がいると思うので、一応言っときますと、採点実感っていうのは、あのし、司法試験のね、試験講差員が、将来の受験生に向けて、まあ、メッセージを送る、送るっていうコンセプトで、まあ、毎年公表してるんですよ。で、そこにはまあ、どういう答案がいいのか、あるいは悪いのか、 ってことはね、結構具体的に書かれてますので、まあ、今後のこう試験でしっかりいい点数取ろうと思ったらね、やっぱりその試験講ー員が言ってることをなるべく聞いた方がまあ効率いいじゃないですか。あ,まあ、あくまでも受験対策でやってますから、<laughs> やっぱその試験の問題を作ってくれる、出題者の言、ね、うことを聞いていけばまあ一番効率よく合格できる可能性がありますからで、そういう点でやっぱり将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトでこう毎年公表している採点時間ね、なるべく理解した方がいいんですよね。ただ、たまに難しいこと書いてあるので、まあ、そこ無理してこうね、なんか理解しようとして時間取っちゃうと、まあちょっとまた学習効率 悪いですから、あの科目が多いですからね。やっぱりこう試験科目はね。司法試験でも予備試験でも。まあ2科目だけじゃありませんから、だからまあ、吸収できるところをですね。あのこう吸収していくって形でやってくれればいいんじゃないかと思うんですよね。で、今ね。例えば読んでなんか分かりず、よくわかんないなってこと。でも勉強が進んでいくとね。意外とわかるようになってくることが多いんですよ。だからまあそういうことで。まあ、今わかんなくても心配せずにね。えー、まあ、どん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 先に進んでいくっていう感じでえー、やっていってもらえればと思うんですけど、別にその採点実感っていうのはまあ、今度のね。皆さんが試験、うん、受けた際にいい点数取るためにはまあ、かなり大事なね。ツールに。 っていうまあそういう話ですね。ということで、これがあの、今ね、目次のところのね、第2の3ってところになりますね。1ページのね、レジュメの丸1のね。そして、第2の、えー、4ということで、これちょっと先走りになって、話が先走っちゃうんだけど、あの、結局過去問使ってですね、あの、論文の答案を書く訓練をするっていうのは受験対策上すごく効率がいいんですよ。それはなんでかっていうと、やっぱりその、えー、 いろいろこう世の中問題集っていうのがまあ出てますけど、やっぱりその問題集の質と思考試験の、やっぱりあるいは予備試験のね、本試験のあの質ってまあ全く同じではないですよね。だからそういう点でまず本番の試験でいい点数取ろうと思ったら、やっぱ本試験を題材に求められてることをね、こう理解して、本試験で求められてることをまあ理解して、で、それにまあ向かってなんか文章を書いていくっていうのが一番いいわけなんですよね。で、それ、それで、あのその過去問を使ってたからね、答案書くっていうのはめちゃくちゃ大事なことなんですけど、で、その時、ただ、あの、こうまあ、闇雲にね、問題見てさ、で、答案書き ららしてもも何のプラスにもなりませんからじゃあ、その、翌年の試験のために、その過去問を使って答案書こうとしたら、じゃあどういうことをやったらいいのかっていうとね、ま一、あ、回まず自力でね、問題文見て、 何をどの順番で書くと、まあ、この問題で求められていることに答えられるのかってことを、まあ、自力で全力で考えるんですよね。で、その後ね、あの、取材熱とか、あと採点実感、あの、さっきのね、将来の受験生に向けたメッセージ、メッセージを送るっていうコンプソートで毎年試験構成員が公表してくれてるあの、採点実感ですね。それを見て、でこう、自分のこう、作った答案がたら、どこが足らないのか、あるいはどこがこう、評価されるのかってことをよく理解するわけなんですよね。で、特にね、大事なのは足らなかったところ、そこのところをこう、まあ、あの、把握して、で、そこを改善。 することなんですよ。その改善をしないままね、えー、結局、例えば採点時間なんかでさ、悪いとはの例で挙げられてるようなことばっかりこうやっちゃってさ、で、そのまま改善しないで、あの、本番の試験、翌年の、の次の試験望んでしまったら、もちろんあまりいい結果出ないと思いますから、だからまず、自分が至らなかったところで、ね、そこをよくその採点時間を特に題材にしてですね、把握をしてで、そこを改善していくってことが大事なんですよ。で、今日ちょっとそのシュミュレーションをしようと思って、で、それで今ね、この、今、目次ね、1ページの、丸一のレジュメの1ページのね、目次ま。 見てますけど、この第2の4、改善すべき点の確認ってことで、一応こう、まあ多分この問題だと受験生多くの人ここ引っかかっちゃうんじゃないかなっていうところが一応私想定して、で、あの、ここ書いておいたんですよ。まあもちろん人それぞれね、あの改善点違ってくるとは思うんですけど、一応今日はあの全体講義でね、一人一人の個別指導ではなくて、まあ全体講義なんである程度一般的な話をしなければいけませんので、まあ一応こう受験生が、あまあ引っかかりそうな一般的なところをですね、ちょっと抽出してあるっていう、まあそういう状態になります。えー、そして、その後ですね、この今1ページね、丸一のレジュメの1ページの目次のところを見てますけども、今度 第3。で、本文の回答に必要な基本知識ですね。で、論文試験で大事なのはね、あの、やっぱりその問題を解くのに、例えばその、まあ、各ね、あの、まあ、問題を解くのに必要な基本知識っていうのが、まあ、あります。やっぱ国語の現代文の作文ではありませんから、あの、法律の試験っていうのはね。当然、その各科目ですね、やっぱそれぞれ大事な論点、判例っていうのがあって、それは、あの、踏まえた論説を、あの、求めてきますので、それがまずね、事前に頭の中入ってないといけないんですよね。で、一番良くないのが、あの、その、なんか、人の作った回答例をもう、こう見てね、 えー、それで何をどの順まで書くのかってことをこうなんか、まるで自分の頭で考えずに、そのまあ人の作った回答例にこう従って書くことを、そればっかりをこうやってしまうとまずいんですよ。それはなんでまずいんでしょうか問題です。なんでこう人の作った回答例、あとね、自分が過去に作った回答例を真似するようなことを繰り返しててもダメなんですよね。それはなんでなんでしょうかっていうとね。 本番の試験でそういう思考能力が求められてるわけじゃないからなんですよね。本番の試験では、やっぱその、初めてその場で見、見,見るね、問題を、やっぱりその、何をどの順番で書かなければいけないのかっていうのをその場で判断してさ、で、時間内にさ、まあそこそこのこと書いていかないと、まあ、いけないわけですから、で、そうなってくるとさ、本番の試験でそういう能力が求められてるのにね、普段そういうことやってなかったら、やっぱり本番の試験でうまくいかないんじゃないかって話なんですよね。やっぱりこう、普段、あの、例えば、逆上がりを一回も、鉄棒で逆上がりを一回もやったことがない人がさ、じゃいきなり初めて鉄棒握って、じゃできるかっていうと、あの ういうわけではなくてね、日頃からやっぱそれをやろうと思って、こう努力するようなことをしてると、まあいつかこうできるようになるっていうところがあるので、まあ本番の試験もまあ同じような感じだと思うんですよ。いきなり本試験で求められるような文章をいきなり生まれつきかける人ってのはなかなかいないと思うのでね。あくまでもまあ受験対策ですからね、あの、その試験の特性に合わせて求められてることを書いていかないと、あの、いい点数もらえませんので、まあそういうことでね、そういうことはあの、やるにはやっぱ過去問 っていうのが大事なんですけど、そのためにはね、その人のとは真似するんじゃなくて、まずその問題の処理に必要な基本知識をあの十分理解をして、で、まあ記憶しとかないとやっぱりあの、東和にアウトプットできませんからね、最終的にはまあ理解をしたことを前提にあの記憶をしていかないといけないんですけど、まあそれをこの第3のところでやってみましょうと、まあ今回あの平成26年の司法試験の説問1、行政法の説問1の問題を解くのにまあ必要な知識がここにありますので、まあこれ先に確認して、で、なんとね、後で気づいちゃうかもしれないんですけど、基本知識をまず今日ちょっと先に見たいと思うんですよ。で、それが頭の中に こう入った状態で問題文を見ると、ね、あ何が聞かれ、何がこの問題で問われてるのかっていうのが分かっちゃう可能性が高いんですよ。で逆に、その基本知識がまだ頭の中に十分入ってない状態で論文試験の問題文を見てもね、多分なんか何を、何を書けばいいのかっていうのがよく分かんないことが多いんだけどね。そこのところをあの今日ははっきりとね、分かってほしいなと思いますね。で、そうすると、おのずとさ、あの、この後本番の試験まで何をすればいいのかっていうのが分かってくると思うんですよね。まあ必要なインプットをして <laughs>、で、あとインプットしてるだけだとやっぱ本番の試験書けないからね、あの、 さっきって坂上も、やっぱりこうね、あの、実際こう何回もやって、だん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 筋力が鍛えられてさ、それでそのうちできるようになるところあると思うから、まあ、実際にこう、答案を書くってことも,も必ずやっていかないといけないんですけどね。だから基本知識のインプットと答案を書くのは、ある意味車の両輪でね、これでこう、前に初めて進めるっていう感じになると思うんですけど、まあ、そういうことが必要だってことがね、多分あの、分かってもらえるんじゃないかと思,思うんですね。 そして、今ね、丸一の冊子の、えー、1ページの今ね、目次のところ見てますけども、えー、で、一応この下の方、目次の下の方で、第4の1で、これ今回の問題の論点確認ということで、これ回答例じゃなくてね、あの、思考方法の大枠がの書いてあります。で、その後第4の2で、これ考え方の一例ってことで、これ一応回答例らしいものですね。ただ気をつけないといけないのは、回答例にこう繊維と覚えるような勉強しちゃうとね、本番の試験でそういう思考はしませんから、あの、初めて見る、まあ問題でね、何をどの順番で書いていくのかって、その場でこう決める能力が必要になってきます。 だから、この回答例あるからすこう、覚えるようなことはしないでほしいんですよね。あくまでも、まあ、自分が、まあ、皆さん、復習の時に一回答案作ってほしいとは思うんですけど、それ作った時に、まあ、一応、こう、参考にね、して、えー、まあ、これが唯一の答えっていうわけじゃありませんけどね。まあ、一応、こう、なんか、答案の書き方も全くわかんないっていう人も、あの、いると思いますので、まあ、その時に、こう、一応、一定の指針がないと困るでしょう。ってことで、それで一応つけてますって感じですね。私は、あの、論文と勉強するときに、そんなに回答例、あの、予備校の回答例ってそんなに大事なものだとは思ってないんですよ。大事なのは、やっぱその、問題を解くのに必要な基本知識あまず、まず過去問題 <laughs> 学問がまあ当然必要になってくるんですけど、それとあのその問題を解くのに必要な基本知識なんですよね。で、あとはもう毎回ね、同じ問題を繰り返しやるんでも何をどの順番で書けば問われてることに答えられるのかっていうのは毎回頭使って考えればいいんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、それをなんか既存の答案繊っで覚え始めちゃうと、やっぱり初めて見る問題に対応することができませんから、まあそういう感じになりますね。ということでね、まあ以上こういうのをこれからやっていきたいと思ってますね。 さて、ではね、とりあえず、あて、その前にちょっと一般的な話なんですけど、2ページ、ちょっと26年の問題やる前にね、ちょっと学習の手順ってことで、一応はまあ大雑把な話をね、していこうと思います。あの、これそんなに時間取りませんので。 一般的な話ね。で、えっ、ー、と、丸一のレジュメの2ページのところで、まあ学習の手順というところですけど、まあもしね、あの、なんか過去問題罪に本試験で求められているようなね、答案各訓練したいっていうんであれば、まず縦1で、あの、法務省のウ,ウェブページで過去問ダウンロードできますので、まあそこでこうダウンロードして問題文を入手すると。で、縦2のところで、今度はあの、答案構成をするということですね。で、この時になんか、なんかね、不正確な答案構成しても、 この、その子の皆さんのあの試験対策にあの役に立たないので、ですので、まあ、ここ別にあの時間計らなくて構いませんからね。本番の試験もちろん、あの、時間が限られてるんでね。その中で答案構成して答案作んないといけないんで、かなり過酷な、まあ、状況にはなる、なるんですけども。でも、ま、いきなりあの、そういうことできない人も結構多いと思う、思うんですよね。で、えー、その雑な、こう勉強してるとね、いつまでたっても本試験にあの、対応できるような力がつかない可能性がありますので、まあ、そういうことで、この縦木のところ。まずね、答案構成。これ時間無制限でいいと思います。あと、まあ、もしね、あの、その問題解くのに必要な基本知識が頭の中に入って ないなんだったら、まあ、それもインプットトのテキストを何で、ももいいいいからら見でもあの構わなながで構とと思いますねでとりあえずこう答案構成を増してでそれをやるとね、多分、本番の試験ではこういうことを勉強していかないと通用しないんだなってことがよくね、あの体でわかると思うんだよね。で、そうなってくると勉強する気になると思うんですよ。今まで例えば、インプットの勉強あまりしてこなかった人でも、あ、これ、こういう勉強してないと本番の試験通用しないなってことになってさ、そうすると結構ね、あの、本気になってインプットの勉強するようになると思いますので、そういうあのきっかけになるんでいいんじゃないかと思,思いますね。あと一応、縦2のね、 中のとこなんですけど、2026年、まあ、令和8年以降の司法試験と予備試験は、あの、コンピュータ受験になりますので、まあ、当案手書きするっていうんじゃなくて、まあ、タイピングですね、えー、をすることになりますので、なんでまあ、その必要がある人は、ちょっとこう、まあ、なんかブ、ブラインドタッチできないと、さすがにちょっとね、あの、時間が足んなくなっちゃうっていうか、その時間内にいい文章を書けないとは思いますので、ブラインドタッチができない方は、なんか安いタイピングソフトかなんか,かかってねで、自分のパソコンにインストールして、それでやったらいいと思うんですよ。そんなに時間かかんないと思うんですよね。あのブラインド 見たね で、ちゃんと、もし、これからブラインドタッチやろうと思う人がいるんだったら、ちゃんと正確にやっぱね、適当にやるんじゃなくて、タイピングソフトで、あの、やった方がいいと思います。あの、本当にブラインドタッチできるようになるはずですのでね。なんか適当になんかこんな感じで、感覚的にこうやってポチ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 やるような感じだと、やっぱこう間違い、間違いやすいので、まあそういう点で、あの、ブラインドタッチ、タイピングソフト、安いもんでもいいんで、まあ利用してもらった方がいいんじゃないかと思いますね。まあ、令和、例えば7年はね、まだ手書きなんだけど、予備試験の令和7年合格した人は、令和8年の試行試験はもうあの、完全にコンピュータ事験になりますのでね。まあそういう点、ね ではちょっと早めに、あの、まあ、ね、どのタイミングで、まあ、タイピングの練習するかっていうのは、ちょっと人それぞれの、人それぞれの箇所分時間とかね、その、まあ、その皆さんのその環境によってき、ま、あの、変わってくると思うんですけど、まあ、適宜ね、やっていただければというふうに思いますね。 さて、で、今度、縦さんのところですけれども、あ、で、当番これ作るって話ね、縦さんのところね。で、縦のとこで、当番作った後の話なんですけど、ここが大事になります。あの、取材の人とか採点実感もね、あの、法務省のホームページでダウンロードできますから、まあ、それをダウンロードして、で、読んで、で、そこで、あの、お酒だと改善すべき点ね、そこのところをちゃんと自分で把握するってことになりますね。なんか、取材の人と全然、こう、なんか違うこと書いちゃったとかさ、まあ、採点実感でなんか悪いとはの例で挙げられてるようなことを、あの、やってしまった、やらかしてしまったとか <laughs>、そうになったら、あの、そこをやっぱり、そこが自分の弱点 いいだってことをあの理解して、そこを改善するようにあのしていかないとね。当然、その次本番の試験を受けた時に、また同じようなことは失敗してしまう可能性がありますので、ここが結構大事になりますね。とにかく、あの自分の弱点を早く発見して、それを克服するっていうね。ことがとても大事になってきます。で、一応縦4の中のところなんですけど、あの民法に関してはあのちょっと債権法の大きな改正がね。 あって、2020年の4月1日以降はですね、新しい再建法が施行されてるんですけど、だからその前にあの自然の人が再建実感っていうのは、要はあの旧法の内容を前提にした説明になってるんですよね。じゃあそれで読まなくていいのかっていうと、あの役に立つことも書いてあるので、なんで理解可能な範囲で、あの、今日吸収できるところは何かしらあると思いますから、そこはあの読んだ方がいいと思いますね。ただ、あの、まあ、結局ね、あの、民法の勉強をしっかりあのやっとかないと、そもそもあの、ね、旧法と新法の違いが、あの、こう分かんないってことになっちゃうので、ね、 要は、旧法の、ね、文章を見てるのにさ、なんかこれがあったかも、新法の文章かのように、あの、こう、なんか取り違えちゃうとあの良くないから、だから、あの、民法に関しては、自然にそう採点実感とかもね、その、旧法の、ええー、当時のやつを見るんだったら、しっかりまず民法の勉強しておいた方がいいと思います。でも、あの、しっかり勉強してれば、あの、わかりますから、これ読んで、あ、これ旧法だな、これ、これ新法こうじゃないよなっていうのを、すぐあの、自分であの、わかると思いますのでね。だとにかくあの、民法しっかり勉強してほしいなと思いますね、民法ね。さて、で、今度ね、3ページですね。 で、この後が大事なんだけどね、これを飽きずにやれるかなんですよ。あの、再びね、同じ問題をね、えー、まあ、一回ほらその前のページのところでさ、自分がなんか至らないところが、あの、分かってるわけですから、で、またね、再び、あの、同じ問題でね、答案構成してね、で、まあ、時間あったら答案を作ってみるといいんですよ。で、その後にね、ちゃんと自分が、その次、縦録になるんですけど、自分がね、前にできなかったことをちゃんと克服できてるかどうかってことは、あの、しっかり確認しますね。で、また相変わらずやらかしてしまったんだったら、その原因を、あの、究明するということになります。で、よくね、やっぱ論文試験でな なかなか点数が上がらない人の特徴、一般的なあの話なんですけど、それがあの縦6のところのね、例えばってところですね。えー、まあ 一応一般的にね、論文試験の成績が上がりづらい人の特徴なんですけれども、例えば、えー、答案を作成するのに必要な法規範の理解や記憶がきちんとできていなかったところにあるのかね、答案がうまく書けなかった原因としてね、今日なんかだったら、あの、裁量基準に従ってした処分の適応性をどうやってこう、あの、判断をするのかっていうのが基本知識になるんですけども、当然それが今頭の中に入ってなかったら答案は書けないんですよね。まあ結局国語の現代文の作文みたいになっちゃって、まあ書いた本人はなんかうまく書けたつもりでも、まあ採点する人からしたら、 あれこれちょっと行政法の答案じゃないよなってなっちゃってね。あの法律の答案じゃないよなってなっちゃってね。まあそれであんまりいい点数もらえないって話になってくるので、まあそういう点でね。あのまず、こう、そもそもその問題を解くのに必要な基本知識、まああの法規範の理解と記憶ができていたのかどうか、あそこを確認しましょう。えー、そして例えば、今ね、タトゥロクの例えばの段落の2行目のところですけども、まあ答案作成に不慣れで、答案作成に要する時間が不足してしまったところにあるのか。だから基本知識は大丈夫ですと。ね。その問題を解くのに必要な基本知識はもう十分入ってるんだけど、ちょっとこう。 まあ、逆上がりと一緒ね。あの、結局ね、結構短い、その試験時間内に答案構成して答案書くのってのは結構訓練が必要なんですよ。要領こを早い、えーあの、早く文章を書かないといけないしね。あと、今度あの、コンピュータ事件が始まったのは、まあ、ね、短い時間でこう、まあ早くタイピングして、たくさんの字を打たなければいけなくなりますから、まあ、そういう意味での物理的な訓練っていうのもあの必要になってくるんですよね。だから自分はそこがダメだったの。そこをまず把握すると。 そしてね、あの、この、例えばのね、今のね、3行目、縦6のね、例えばの段落の、えー、3行目なんだけど、意外とこれ多いです。あの、説問で問われてることを回答する必要があることはあまり意識せずに、回答者自身が書きたいと思ったことだけを好き勝手に論じてしまったってことで、これは結構多いんじゃないかと思うんですよね。あれ、こう、すごい勉強していたのに、なんか本番の試験、まあ、成績表返ってきたら、ちょっとあまりなんか自分が思ってるよりもだいぶひどかったっていうのはね、これの可能性が高いんですよ。で、これは結構治んない人が、あの、多いです。 意識しないと、まあ、意識すれば直せますので、ここのね、とにかくこうなんか好き勝手なことを書いちゃったかどうかっていうところなんですよね。で、このね、あの自分が書きたいと思ってることはやっぱりこう書いちゃうのを直すには、書去問が一番いいと思います。で、やっぱ採点実感を見るわけね。 どう、こういう問題の形式だと、結局こういうことを書くことが求められていたんだなってことをね、あの後から理解することなんですよね。で、その経験積むことで、過去問題材に、まあある意味そういった知識をさ、自分の頭の引き出しの中にこう入れていくことによってね、で本番の試験の時もまあ、ああ、これなんか見たことあるような問題形式だから、まああの引き出しの中に入れたあのなんか書き方みたいのが使えるんじゃないかみたいな感じでやるとね、まあそこである程度こう書けるところはありますのでね。ただもちろんあの本番の試験はまあまあ、その甘くないからね、今までのそのなんかち、あの形式で書けないようなこともどんどん どどんどん毎年出すようにでも、まあ、あの、やっぱ過去問で経験積んどくとね、積んでない人と比べると、ちょっとこう、いい答案があの書きやすくなりますね。本番の、本番の試験で結局相対的ですからね、あの、満点取る必要ないんですよね、合格するのにね。司法試験でも予備試験でも満点を基準にしたときに大体半分ぐらいの点数を取ってもらえれば、一応合格点に届く可能性があるんですよ。司法試験でも予備試験でもね、満点を基準にしたときにね。だからそういう点で、まあ、完璧 目指さなななくていいいんんだけど、まあ、そのの点ちょっと気楽なのかもしれないんですけどでもその半分を取るためにね、やっぱその格好問文をまあ題材にして、まあどういうことを求め、あの、こういう問題の時は大体どういうことを書かなければいけないのかとかね、そういうところをちょっと経験積んでおくといいんじゃないかと思います。で、最終的にはね、その相対的なものですから試験はね、えー、まあ他の人よりもその経験積んでればちょっと有利な点数取ってね、それで合格できる可能性ありますから、まあそこにかけてこう、かけていきましょうっていう、そういう話になります、ここのところね。 さて、で、このね、その上でってことはちょっと先話しちゃったんですけど、その上でね、その今まあ3点主に、そのちょっと答案は書けなかった原因3つ挙げましたけどね。あの、太字のところで言えばさ、縦6の例えばの、えー、太字のところで言えば、魔法規範の理解や教科できてないとかさ、答案作成に不慣れとかね、まあなんか勝手に好きなこと書いちゃったみたいな。で、そこに関しては、その上でっていう。 ところで、その、縦6のその上でっていう段落で、まあ、その件を踏まえて、法規案の理解や記憶がきちんとできていないのならね、まあそういった、あまあ理解記憶のためにインプット学習に力を入れると、で、答案作成に要する時間を不足するようなら、これね、あの、アウトプットする機会を増やせばいいと思います。あの、だんだん逆上がりと一緒で、最初できなくてもその必要な筋力っていうのがね、まあもちろん純粋に筋力だけじゃないけどね、答案 <laughs> 作るのはね、そのなんか頭の使い方のやっぱ容量の良さとかそういうのもあるんだけど、でもそれも慣れてくるんですよ。あの、それを繰り返し、あの、過去問題じゃに書いていくことによってね。まあそういうことで、 えー、まあ、その作成の機会を増やすとい増やすといいでしょうと。そして、えー、説問で問われていないことを論じてしまったのならばね、えー、今後は、まあ、説問で問われていることに回答しなければ点数をもらえないということを、これ、強く意識して、まあ、答案作成を、まあ、するということで、まあ、大体こんな感じで徐々にあの成績が上がっていくはずなんですよね。 というわけで、一応一般的にはこうです。もちろん、あの、人それぞれ個性がありますのでね。まあ、あの、なんかうまく、こう、なんか点数が上がらない原因っていうのは人それぞれ違うんですけど、一応一般的な話をすると、まあ大体こういうことが挙げられるということなんで、もし何か心当たりがあったら、ちょっと気をつけてほしいな、というふうに思います。 そして縦長、あのね、あとはもう質に応じてね、その以上、上の <laughs> 5と6を繰り返すも同じ問題ひたすら答案構成してね、答案作って、で、前にできなかったところをちゃんと改善できてるかどうか、っていうところをあの、確認するんですよね。はい。で、皆さんに問題です。あの、例えば過去問で、ね、同じ問題なんか繰り返しやっちゃう、あの、解いてるとさ、まあそのうち問題文の事実関係とか説問の形式とか多分覚えちゃうと思うんですよ。自然と。覚えるつもりがなくても <laughs>、自然と覚えちゃうと思うんだけど、じゃそうなっちゃうと、答案を書くことに意味がないんでしょうかどうでしょうか 意味があるんでしょうか意味がないんでしょうかどっちでしょうか っていうとね、あの、まあ、意味があるんじゃないかと私は思ってます。あの、まあ、まずね、そこまで過去問に固執する必要があるのかって話なんだけど、やっぱり本番の試験で求められてるような文書に対応するようなね、本番の試験で求められてるようなその問題の質に対応するような思考能力とか、問案作成能力っていうのがね必要になってくるから、そういったね、過去問っていうのはやっぱり一番いい題材なんですよね。その、将来のね、えー今、今度皆さんが受けるあの、試験でいい点数取ろうと思った時に、やっぱりその過去問っていうのは一番いい題材になっていくんですよ。じゃあ、そうすると、じゃあ覚えてしまうと意味がないんじゃないか、問題も覚えちゃうとなんかそういったね、訓練も う意味じゃない、意味がないんじゃないかと思うかもしれないんだけど、実は問題文を覚えちゃってもですね、まあもしろ問題私は問題も覚えちゃってもいいと思う、覚えた方がいい時もあると思ってて、で、その覚えることによって、前は例えば同じ問題文の中の事実でもさ、前は抽出できなかった、法的にはすごく大事な事実なのにさ、その大事な事実を前は抽出できなかったのを次には、こう、次、その同じ問題を書いた時にはそれが抽出できるようになったとか、あとは同じ事実を抽出するにしろね、その法的評価の仕方ってだんだん上手くなってくるんですよ。で、最終的には論文試験 一番点数くれるところっていうのはもちろんそのね、法的に意味のある事実の抽出は大事なんだけど、そこをこう,うまくその判断枠組みの趣旨を踏まえて法的に評価するところですね。そこのところが非常にこう点数くれるところなんで、で、その法的な評価のうまさっていうのはだんだん上がってくるんですよ。あと最終的にはね、まだちょっとこう。 論文の勉強本格的にやってない人はちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、すべてのあの科目にね、論文試験のあのすべての科目にあの共通するところがありまして、それはね、あのあくまでもこう、その事案の妥当な結論を導く。 っていうことが求められてるってことなんですよね。論文試験ではね。妥当な結論、その事案における、まあ、具体的な妥当な結論を導く能力があるかどうかっていうのが試されてるってことです。で、その妥当な結論っていうのはじゃあ、どういうふうに決まるのかっていうとね、その問題文の中にこう散りばめられた、いろいろ、いろんな利益がこう散りばめられてると思うんですよね。で特に目立った対立利益をこう発見します。でそれをこう適切に考慮するって観点から妥当な結論を導くと、大に沿った答案が作りやすいんですよ。で、その 対立益を考慮するときに、適当なになんか文章を書いちゃうと、国語の現代文の作文になっちゃうんで、法的な、あの、やっぱりこう文章、まあ、当案としては、こう、評価されないのでね。で、そこのところを、あの、まあ、適切に利益考慮するためにですね、やっぱりその、各科目で学んだ基本知識です。だからかその基本、規範とかさ、判例とか覚え,るじゃ覚えるじゃないですか、理解して覚えるじゃないですか。まさにそれが、その、益考慮するためのツールなんですよね。 だからそういうことするために、あの、しっかりと、あの、覚えるべきことは覚えておかなければいけないっていう話になってくるんですよね。で、そのね、利益行動っても意外と、 難しいんですよ。あの、本物の法律家だって大変なんです。あの、<laughs> 司法試験に例えばさ、最終的に受かってさ、で、まあ、実際裁判官や検察官だ、弁護士だって形で、で、実際実務に今出ててもね、それがじゃあちゃんとできるかっていうとね、あの、やっぱ急にはできるようになんなくてね、徐々に徐々にやっぱりその、できるようになってくれるところがあるんで、まあ、思考試験に受かったからってって、あの、それがすぐできるっていうわけでもないので、当然受験生だってそれ大変なはずなんですよね。なんで、それをちゃんと同じ問題でもいいから、問題も覚えちゃってもいいから、まあ、対立利益をうまくこう、まあ、調整するって観点からちゃんと基案立ててね、で、その、おその、 規範の趣旨に沿って、まあ当てはめをしてで、ちゃんと妥当な結論を導けてるかどうか。そこはだん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 徐々にこう力が上がっていきますので、まあ、そういうところをね。あの同じ問題を繰り返しやって確認していくとまあ、いいんじゃないかと思うんですよね。で、そういう時にあの？ 例えばいろんな問題に手当たり次第、こう、手を出してしまって、もう、答案書き散らかせてやっちゃうとさ、あの、そういう能力が身につかないんですよ。結局ね。ただ、あの、物流勝負。もう物流勝負になっちゃってさ、もう量の勝負になっちゃってさ、まあ、質のいい思考法っていうのは身につかなくてね。筋力だけはつくかもしれませんよ。あの、まあ、手を動かしてるからね。あの、筋力だけはつくかもしれませんけど、でもやっぱりこう、統律の試験って筋力だけではなくて、やっぱその頭を使っていく、あの、ことが必要になってくるんでね。だそういう意味で、こう、過言を繰り返すっていうのはいいんじゃないかと思ってますね。徐々に徐々にこう、力が上がってくるっていう話に になってきます、まあ、このね、利益行動能力っていうのは本当にたあの、それが身,あの身についてる人ってね、多分、 百試験を、まあ1 0回じゃと言い過ぎかな。まあ、1回受けたら10回受かるぐらいの多分自信が出てくるような人なんだと思うんだね。対立利益を適切に考慮するって観点から妥当な結論を導くというのが、それが、まあ、法的思考能力なんだってことがよく理解でき,できてる人は、えー、それはね、多分10回受けたら10回受かる自信があるようになると思いますね。でも、そこのところの自信がない段階だと、まあもしかしたら10回受けたら、まあなんか半分ぐらい受かるかなとか <laughs> そんな感じでちょっと自信がないような状態になっちゃうかと思うんだけど、だからそこを徐々に自信高めるために利益法の 利益考慮する能力っていうのをこうね、身につけて欲しいと思うんですよね。で、それはやっぱ、格好を題材にするのが一番いいと思いますね。じゃあ、大体3ページがね、そんなことがあの書いてありますね。3ページのところがね。 さて、あ、で、一応4ページね、まあ、これ読むまでもありませんけど、あの、採点実感、さっき言ったとおり、あの、試験講差員がね、将来の受験生にメッセージを送るっていうコンセプトで毎年公表してるっていうのは、これ採点実感自身に、あの、書いてあるんですよね。まあ、平成2年の試験なんか書いてありますけどね。というわけで、まあ、なるべく、あの、吸収できるところは、あの、吸収した方がいいです。さっき言ったとおり、ちょっとたまに難しいこと書いてあるからね。そこは、まあ、あの、そこをなんか読み解こうとするとね、あの、あまりそこ時間かけすぎると、受験勉強としては効率が良くないから、まあ、とりあえず分、吸収できるところだけでも、吸収していけばいいんじゃないかと思います。で、それや それやってない人と比べて、あの、ちょっと、あの、街トワ案かけるようになるからね。まあ、それで試験、最終的な試験っていうのは相対的なもので、あの、勝負が決まりますので。まあ、それでいいんですよ。そこのところね。完璧を目指さなくてもいいって話になります。あとそう、5ページ。ちょっとこれ新しい情報です。これちょっと最近の情報なんですけれども、本日はですね、あの、2023年の12月3日なんですが、 その数日前ですね、このお知らせってところになります。あの5ページのところで、あの法務省のホームページにおいてですね、2023年11月29日付でですね、まあ、約4日、約4日ぐらい前にですね、司法試験と予備試験の取材法令についての告知がありまして、で、告知されたものはね、11月7日付の司法試験委員における決定内容です。あの予備試験の方もこの試験、司法試験委員、 委員会の方でね、司法試験委員会の方で、あの、こう、えー、問題作成としてますので、まあ、これ同じなんですけど、で、この、以下こんな感じ。あの、司法試験に関してはね、各年における司法試験については、当該、年の1月1日現在において施行されている法令に基づいて取材すると。で、縦にはね、まあ、例外の時はちょっとそれは速やかにこう広報しますよって感じになります。だから原則、とにかくその、試験が行われる年の1月1日。 に施行されていいるる法令が試験範囲にに入るととうことになりますね従来はどうだったかっていうと、あの、下に一番下にメモをつけておきましたけど、従来はね、あの、試験当日に施行されている法令があの取材範囲に入っているって話なんです。で、なんでこれ急に変えたかっていうと、ちょうどあの、令和5年度の、えぇ、ー、試,試験の担当試験でね、ちょうどあの、ま、ワイセス絡みのあの問題を出すときに、 ちょっと急に法改正し、法、法改正されて、で、しかも、あの、施行されちゃった、すぐ施行されちゃったのがあって、結局、試験当日には、ちょっと古い法令になってしまったっていう感じなんですよね。古い法令がちょっと問題文に書かれてるような状態で、本番の試験を実施してしまったという、ちょっと不手際があったので、まあ、そういうことが、まあ、起きないようにするためにね、おそらく、あの、ちょっとルールをね、新しく変えたんじゃないかと思うんですよね。あ、で、予備試験の場合はどうなのかっていうとね、予備試験って、あの、まあ、担当と論文と口実で、まあ、3回試験あって、年をまたぐんですよ。特に、あの、口実 実は年明けになっちゃうんで、じゃあそこでど何を基準にするかというとね、この予備試験で書いてあるところの縦位置なんですけど、各年における司法試験予備試験については、担当試験及び論文試験が行われる年の1月1日現在において施行されている法令に基づいて出題するということになりますね。だから、えー、例えば令和6年の試験でいえば、今度皆さんが受ける令和6年の試験でいえば、令和6年の1月1日に施行されている法令が、 その6年度の試験の担当試験と予備あのあ、担当試験と論文試験と、あと年また、またいじゃうけど、その口実試験、も全部その同じ法令が <laughs>、あの、基準になってくるっていう感じになってきますね。実際のところ、これ結構迷惑、まあ迷惑ってあれるんですけど、あの、まあ受験生ね、今まで、あの、こう、こんな急にね、あの言われてもさ、その前に結構準備してる人が、あの、まあ、 いるとね、これちょっとなんか無駄な勉強させられたみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、実際のところ、まあ具体的にどう影響するかっていうと、例えば、あの民法のね、家族法の分野ですね。えー、あれはちょっとあの、えー、本来だったら、例えばこう、再婚禁止期間廃止するとかさ、あの辺のところの家族法制が結構大きくあの、改正されたのが、本来の従来通りのあの、ルールだったら、まあ実は令和6年度の試験、取材範囲に入るはずだったんだけど、あの、令和6年度の1月1日でギリギリ施行されてないんですよね。なので、そういった家族法のあの、改正のところが令和6年は出なくなりました。まあ、急に取材範囲が増えた って言うとちょっと嫌な人多いかもしんないけど、まあ減ってる分にはあれなのかなあんまり皆さん的にはそんなに迷惑ではないのかなむしろラッキーなんですかねまあどっちかわかんないけどね。まあ <laughs>、あの、どうせいつか勉強しなければいけないっていうところではね、まあやんなきゃいけないんですけど、まあそういうことで結構家族法絡みのところって大きくこう改正。 されたんですだし、あの、懲戒権の廃止と、まあ、その反面ね、この人格を尊重する旨の規定新設したんですけど、あれはもうね、あの、即施行されてるので、あれは、あの、令和6年度の試験範囲に入ってくるっていう感じになってきますね。あとはね、この新ルールの、えー、適用によって、受験生が影響を受けそうなところで言えば、例えば、あの、刑事訴訟法ですね。あれ、結構改正されましてね、で、まあ、あの、例のカルロス・ゴーンさんが、ほら、あの、まあ、国外逃亡したほうが、 わけでさ結構いろいろそのね、国外逃亡を防止するための、まあ、手立てがいろいろこう作られたと同時に、まあ、ついでに国内逃亡もま、結構問題化されてたから、国内逃亡に対応するような法改正も試合みたいな感じでね、かなりこう、刑事訴訟法って法改正されたんですよね。で、具体的にはいろんな制度が今回新設されたんですけど、この新ルールが急にこう発表されたことによって、例えば受験生がま、影響するのは論文試験では多分影響がないと思います。で、予備試験のま、担当試験でま、言えば、あの、 保釈とか、あと交流の取り消し、あ交流の執行停止ね、なんかをするときに、従来ですね、えー、その監督者の制度、 っていうものなかったんですけど、それを新たにあの作ったんですよ。監督者制度とか、監督者の,あの保証金制度っていうのね。で、あれが、本来の旧ルールだったら、令和6年から取材範囲になるはずだったんだけれども、それが、あの、取材範囲から、まあ、令和6年は除かれて、まあ、令和7年から取材されるような感じになったぐらいな感じですかね。まあ、実際には、施工日見たらわかるから、あの、改正法の勉強もすでにされている方いるかもしれませんけど、とにかく、令和6年の1月1日に施工されてないものは出ません。<laughs> あの、令和6年の試験にね。あの、本当にざっくばらに、あの、 言えばねあと、民事訴訟法なんかだと、あの、口頭弁論をね、一応、ウェーブでできるみたいなやつが、実は施行されるんだけど、あれもね、1月1日に施行されないんだよね。またちょっと中途半端な時期に、あの、施行されるから、まあ、それも令和6年の試験範囲から除かれたということで、まあ、令和7年から。ただ、その内容的になんか論文試験で出るっていうよりは、まあ、予備試験の担当試験で、まあ、出るような感じになるんじゃないかと思うんだけどね。ちょっと内容的にね。まあ、そんな感じですね。まあ、どうでしょう。試験範囲が、あの、あれかな減るからいいのかなまあ、急に増やさない。 されたっていうとちょっとね、あの、<laughs> それに対応しないといけないってことで、あの、大変な感じになっちゃうかもしれないですけど、どうでしょうか、皆さん。今回減らされるってことで、まあ、まあ、なんとか許せます、試験交際員を。私は結構いい迷惑だと思うんだけどね、こんな急にね、そんなもっと早く、あって、だいたいほぼし遅いですよ。あの、試験交際員が、あの、11月7日にも決定してるのにさ、なんで29日までほっぽらかしてくんだって話になってくるんだよね、ここのところね。まあ、そういうことでね、まあ、こういう情報もっと早く出すべきだと思うんですけどね。まあ、でも、まあ、しょうがないか。まあ、試験範囲が別になんかね、あの、こう、増えたんだったら怒っちゃうけどね。まあ、減ったんだったら、まあ、一応許してやるか って感じでね。まあ、ここのところは流しておきますかさて。でね、ここはちょっとじゃあ終わりにします。5ページのところは。じゃあ、いよいよね、本題です。えー 五ページ、六ページのところがね、まず何も、あの、線とか、私、私のメモが、入ってない問題文載せてるんですよ。そして、もう一冊の、えー、レジュメの丸に、あの、問わぬ書き方丸にっていうやつは、これはあの、私の線引いたりとかのメモ入れたりするものなんで、これちょっと両方使っていきたいと思ってるんですよね。で、先ほど予告した通り、いきなり問題文見てもね、まず必要な基本知識が頭の中に入ってないと、まあ、結局問題文見る意味がないからね。 え、なので、先に、この問題を解くのに、あ、特に説問以上やります、今日は。で、あの、応用範囲が広いんでね、今後の試験も出そうなところがありますので、まあ、説問以上やっていくんですけど、で、まずね、この問題を解くのに、あの、必要な基本知識をちょっと皆さんにこの場でインプットしてもらいたいと思うんですよね。まあ、理解と記憶をしてもらって。で、問題も読んでいくとね、もう何が聞かれてるのかが、なんかすごくわかりやすいなってことで、その実感をね、今日してもらいたい。で、あとは、あそこで実感したらね、あ、やっぱりインプットしてないとどうしようもないなってことで、わかると思うので、あとはひたすら自分のインプットの方にひた,ひたすらインプットですよ。もう飽きずにね、繰り返しできる とうかどうかどでね、基本知識の、あの、ちょっと両方の2冊の冊子を使っていくんですけど、基本知識のところはですね、この丸2の方の、えー、18ページにあります。第3、本文の回答に必要な基本知識ってことでね、うん、え18ページのところになりますね。で、えっ、ー、とね、 これいきなり見るよりも、説問の、まずね、結論部分だけはさすがに見といた方がいいと思うんですよ。でないと、これ、あの、普通になんか知識のインプットの授業になっちゃうからね。なんで、まあ、すぐにまたね、この18ページのところ戻ってくるんですけど、先に丸2のね、問題文だけついてるこの薄い方の差しで、ちょっと説問の結論部分だけ見ちゃいましょう。で、そこでですね、あの、 丸二のね、薄い方のレジュメです。この平成26年の小試験の行政法の問題だけついてますが、で、その一番下に H26-1 ってちょっとページ番号あの振ってありますよね。で、それでね、設問1の結論部分が乗っかっているところは、あの次、ちょっとペラってめくってもらって H、H26-2 になるんで、ちょっとそちらをご覧ください。で、設問1の結論部分だけ見ていきましょうこ。今日これをね、やります。応用範囲がすごく広いんで、今後の試験のね、皆さんの役に立つと思います。で、設問1。A は、先に、そうか、4枚にちょっと概要だけ言いましょうか。 あの、自分の土地なんだけど、例えばそこで採石をするということになるとね。 えー、例えば採石した後にさ、やっぱりこう木とか全部こう掘り起こされてしまうと、地盤が緩んで、雨が降った時なんかに、まあ、例えば山なんかをさ、こう削って採石なんかしたゃとさ、まあ、土砂崩れ、雨降って土砂崩れで,で、下の人迷惑する。その付近の人が迷惑する時があるじゃないですか。だからそういう点で、まあ、採石するには、ちょっと知事の許可がいるんだってことで、採石法の方があの規定をしてるんですよね。ところが、この自治体はですね、えー、その採石の認可をするにあたって、処分の根拠法令である採石法の規定にはですね、特にあの要件にはなっていないんですが、 その跡地防災措置がその B 県で確実にされるようにするためにですね、その地元にちょっとそういった跡地防災措置をするための特定の事業団体が あるんですけれども、C 組合っていうね、特定の事業団体があるんですけど、そのし C 組合の保証書を、その採石認可の申請書に添付しなければ、その採石の認可をしない扱いにしてるんですよ。ところが、大元の処分の根拠法令である採石法にはそういったことを一切規定していないので、そうなると争いになりますよね。あの、県側の方はとにかく、後地、その B 県で後地防災措置が確実にね、えー、されるために、えー、まあ、必ず C 組合の保証はつけてほしいって話ですでも一方でその採石の申請する人はさ、いや、俺にそういうことき、あの、書いてあるわけ じゃないからね自分のその権利行使が一時的これ、法が予定している以上に制限されるんだってことでさ、で本来行政法っていうのは法律のある行政の原理でね、やっぱ法に則っ,って、えー、しなければいけないはずなのに、まあそれがされてないんじゃないかみたいなことでこう争いになると思うんですけど、まさにその争いの問題になります。ではそこで、説明一応読んでいきましょう。問題文。えー、A は、まあ A さんはね、 これ、採石しようと思ってる人なんだけど、採石認可申請の際に、で、飼育名、これあの、B 県のね、特定の、あの、地元のね、特定の事業団体で、まあ、跡地防災措置をしてくれる人なんですよ。石を掘った人が、ちゃんとね、本人が跡地防災措置をしてくれないときは、この飼育名が代わりに跡地防災措置をすると。例えば、あの、その、掘削面を緑化するとかさ、木植えてね、地盤をちゃんとこう固めてくれるとか、まあ、そういうことで跡地防災措置をしてくれる、ことなんですけども、そこでもう一回ね、説明1。A は、採石認可申請の際に、飼育名による補償を受ける なかったとと主張してるとでも、県側の方はね、あの、これ、ちゃんと取ってこいって、保証をつけてこいっていう風に言うんですよね。保証をつけてこないと認可してやんないよってことを言ってくるんですよ。まあ、そういうことで、A は最責認可申請の際に C 組合による補を受ける必要なかったと主張してる。仮に、A が最責認可申請の際に C 組合から保証を受けていなかった場合ね。まあ、最終的にはいやいやながら、あの、ちょっと保証を取ってきたんですけどね。でも仮にまあ、保証を受けていなかった場合、 B 県知事が A に対し、再責任化拒否処分をすることは適法かってことで、要は、行政法の世界ってのは法律による行政の原理だから、こういった再責任化も含めてね、ある行政処分をしようと思ったら、必ずその処分の根拠法令通りにやっていかなければいけないわけですよね。法令にないようなことを、あの、行政庁が、あの、その指示にね、えー、義務を貸したりとすると、それでやっぱりその法律のない権利制限になっちゃうのでね、まさにそのそういうことを排除していくために法律による行政の原理ってのがのがあるわけですから、まさにね、そういう問題が今起こってるんですよ。 で 今回ですね、その、飼育名の保障をどういう形で要求してるかっていうと、さっき言った通り、処分の根拠法理には一切ないんです。そういったことが。だけど、その要項で、要は通達とか要項あの、その B 県のね、内部の基準なんですけどね。えー、そこにね、その、とりあえず、採石認可申請するときは、飼育名の保障書をつけるみたいな形で、行政の内部だけで通用する、その要項に、そういったことが規定されてるんですよね。で、そういうことで、その要項っていうのは、まあ、ある意味、採石認可っていう裁量処分を、まあ、する際にですね、えー、その処分庁、まあ、B 県知事がですね、行政庁である、 その B 県知事がですね、えー、まさにその基準とするようなそ、その裁量の、裁量権の行使の指針になるような、あそういったあの基準が書かれてるんですけど、そういった中で基本知識としては、裁量基準に従ってした処分の適応性がどうなのかっていうのが、あの基本知識になるって話なんですよね。まあ、実際法、処分の根拠法令にはないようなことが、あその裁量基準に書かれてる。そしてね。 で、その裁量基準によると、まあ、飼育名の保障がないと、まあ、とにかく、採石の認可をしないみたいになってるんですけど、で、今回、ま、その、天側の方はそういうことをやろうとしてるわけなんですけどね。そういうことをやったときに、基本知識としては、まあ、裁量基準に従ったした処分の適応性をどう審査するのかっていう形で、ま、ず本番の試験は自分で理解しないといけないんですよね。まあ、病性法の勉強インプットで、まあ、今みたいにね、裁量基準に従ってした処分の適応性をどう審査するのかっていうのは、もちろん基本知識で入ってるんだけど、これをこの問題文見て、 自力、あとは自分で、あ、これ、あ、その知識が聞かれてるなってことをまず理解しないと。ね、せっかく、あの、頭の中に基本知識がっても、宝の持ち腐れになってしまいますので、まあそういう形で、あ、こうやって知識が使われるんだってことを本番の試験で理解しないといけないんですよね。で、 本番の試験はね、同じ論点繰り返し結構聞いてくるんですよ。論文試験って。司法試験でも予備試験でも。で、そうするとね、ある特徴があちょっと見られるんですけれども、それは、同じ論点を次に出すときは、ちょっとね、その前のなんかこう、まあ問題のね、多分回答例みたいなのが多分予備校中心にこう出回ってるのを試験構成員が危惧して、その前の答案の、同じような論点の前の答案を、まあ丸暗記してね、丸貼り付けする人が出ないようにするために、設問形式をね、工夫してくるって感じなんですよ。 だそういう点で基本的に同じ論点の問題がまあ繰り返し出るんですけれども、その過去問の答案を丸にして丸貼り付けするようなことができないように、ね、いろいろね、指示誘導を出してくるのね。これこういう観点から検討してくれみたいな感じね。でその指示誘導のところってもう現場思考するしかないので,で、そこに配点がされてくるんですよ。 だから結局、丸暗記の勉強が効かないようになってますから。だからしっかり理解するってことが大事になります。で、今回ね、どういうところをひねってきたかっていうとね、この手の論点も何回も出てるんだけど、今回はね、この説問1ところまた戻ってもらって、その3行目以下にこういう誘導がされてます。採石法及び採石法施行規則。まあ、これはあの、諸君の根拠法令がその中に含まれてますね。採石法及び、えー、採石法施行規則の関係する規定の趣旨、内容を、えー、検討し、 ここまでのところはね、基本知識が理解していると分かりやすいと思います。まあ、処分の根拠法令が、例えばね、あの、結局、まあ、採 っていうのはさ、まあ、他人に危害をあの、もちろん財産権の行使として、本来、ま、医師法ののって自分の土地だったら自由にできるはずなんだけど、だけど、それやっぱり無制約にこう認めて、他人に迷惑かけちゃいけないって話になってくるから、やっぱりその対立利益を適切に調整するって観点から、法が、その処分庁に対して、認可の、ま、際のね、裁量をこう、ま、縛り付けてるはずなんですよね。まあ、そういう点で、この採石法 B、採石法施行規則を関係する規定の趣旨、内容っていうのをなんで検討しないといけないのかっていうと、まさにその処分の根拠法令自体が、c 域名の保障をね、その認可の際に要求するって ということをその趣旨目的からね。例えばその災害防止のために、跡地を石掘りっぱなしでそのままほっぽろかされてしまってね。えー、で、その後、まあ雨が降って土砂崩れで、まあいろいろ周囲の人が迷惑かけるってことをならないようにするために、処分の根拠法令である採石法の規定っていうのは、そういったね、市域名の保障っていうのを、この認可申請の際に要求することまで、それをね、法が許してるのかどうか。そういうことを見るために、その処分の根拠法令の趣旨や内容目的ね、そういうところを分析しないといけないんですよね。だから、ここのところはあの基本知識が理解できてると、あ、まあ、こういうこと 考えさせたくてあのあこういう誘導がされてるんだなんてことがまずわかるんですよでこの後ですねこれは本当にこの問題独特の、えー、誘導なんですけど設問1の3行目の終わりから4行目のところですが本件要項の関係する規定が法的にどのようなで性質および効果 ね、えー、を明らかにしながら答えなさいって。これ、このまさに26年の、あの、問題独特の誘導の仕方なんですけど、まあ、その手前のところまでだと、まあ、正直貼り付け、あの、まあ、別の同じような論点聞かれてる過去問のね、あの、まあ、回答例みたいな貼り付けしてもある程度の答えができたんだけど、それできないようにするための、この26年の問題のひねりはここに入ってます。ここのところね。でこれを頭使わせて書か,書かせるわけですよ。ここのところをね。だから、丸暗記はダメだって話で。 ちゃんとね。だからこの論点で今後も出ると思うんですよ。とても大事な話で。実務ではよくあることだからね。さっきだとおり、あの、通達行政の世界だから。処分の根拠法令っていうのは一般的抽象的な法規案に過ぎないからね。それを見たって、あの、どういう時にじゃあ再責認可できるのかなんて、ね、よくわかりませんから。実際のところ通達に、あの、やっぱりこう、意挙せざるを得ないところはあるわけなんですけどね。まあ、そういうことで、今後、この、この手の事件ってよく実務で行われることだから、まあ、当然今後も論文試験で出ると思うんですけど、で、同じ論点出るときにね、多分また変わった誘導してくるから。今、この時点では予測もできないような、なんか面白いね、あの、誘導してくると思います。 そこをちゃんと頭使って何をね、どの順まで書くと問われてることに答えられるのかってことをね、あの、考えていかないといけないわけなんですよねで。その問われてることに答えることによって点数くれますから。さっきちょっとほら、あの、一般的な話なんだけどさ、答案でなかなかこう点数上がんない人の特徴のさ、まあ、三つね、まあ、そもそも法規範が入ってないとかさ、そもそも答案作成に慣れてないて、あの、もう一つのやつ、あの、問われてないこと勝手に書いちゃうみたいな。 で、問われてないことを勝手に書いちゃって、ここまさにここですよ。この問題で言ったら、この今の誘導を無視して、なんか一応ほら、裁量基準に従ってした処分の適応性っていうのは一応知識としてさ、一般的に身につけていくことだからさ、まあある意味この指示誘導がなくても、なんか自分で勝手にこの問題をまあ、あの、なんか曲解してね、まあ要はこういうこと書き上げ、まあなんとかなんだろうみたいな感じでさ、まあこう書こうと思ったら書けるんだけど、でもそれやってもね、点数、あの、採点基準に乗らないんですよね。この問題のね。 結局問われているところに答えていかないと点数もらえないので、まあそういうことはね、あの、してほしいなと思うんですよね。ここ意外とだからね、大変だと思う。この、この問題の、この年はね、ここのところの最後ね、このもう一回読みましょうか。説問一の三行目の終わりから四行目。本件要項の関係する規定が法的にどのような性質よび効果を持つのかを,を明らかにしながら答えなさいってことだよね。 さっき言った通りね、ちょっとヒントを出すと、まあ、とにかくあの、まあ、法、行政法の世界では法律による行政の原理ですから、まあ、行政庁があるなんか処分をするときはさ、処分の根拠法令通りにやらなければいけないわけですよ。で、大体処分の根拠法令っていうのはね、対立利益を適切に調整するって観点から、あの、要件を規定しています。例えばさっき言ったうり、採石なんてのはさ、まあ、本来自分の土地なんかあの、ま、掘るの自由なはずでしょ財産権の行使とかさ、あと採石でなんか事業してるっていうんだったら、まあ、営業の自由としてね、職業選択の自由とか、まあ、その、発、えー、生する営業の自由として、まあ、本来行使自由なはずなんだ だけど、一方でまあ、やりたい方でやってさ、それでまあ、土砂崩れとかでね、周りの人に迷惑かけちゃいけないから、まあ、そういったところをうまく調整するって観点から、処分要件課してるわけなんですよね。なので、まず、その、飼育名の保障っていうのは法には明定されてないんだけどね。まあ、それをこう、処分の根拠法令っていうのは、まあ、地の、そのね、災害防止のために、採石に関わる、その災害防止のために地、地元のね、そういった事業団体。 えー、その、本人が後地防災をして、後自防災措置をし,し,しなかったときに代わりにね、後自防災措置をしてくれるような、飼育名の保障を要求するってことが、処分の根拠法令がこう要求してるのかってことで、そこで、その、えー、法の、そのね、採石法とその施工規則の、えー、関係する規定の趣旨内容を検討するのは当たり前なんですよ。まさにそのね、飼育名の保障を要求してるのかどうかっていうのを、こういった観点から検討しますが、問題はここだね。あの、 その次の誘導のところで、CQ 名の補助が今回あの要項で要求されてるんですよ。根拠法令で要求されてるんではなくてね、行政の内部でこう通用する通達みたいなものです。要項であの要求されてるんですけど、それがここ、現場思向です。本件要項の関係する規定が法的にどのような性質及び効果を持つかを明らかにしながら答えなさいってことでね。これ完全なる現場思向これ事前に準備できないところなんですよね。だから、こういうところはあの、しっかり答えるような訓練をしていかないといけないのに、頭の体操をしていかなければいけないってことになってきますね。 さて、じゃあ大体こう要点分かったと思うので、ちょっとね、基本知識見ていきましょうか。この問題特にまあそもそものね、重要基本知識としては、えー、私のこのレジュメの、問わぬ書き方の丸1のレジュメの、まあ19ページから行きましょうか。まず行政裁量。ということで、まあ最適認可が一応裁量処分だってことを前提にね、で、その裁量権行使のまあ基準を要項でまあ定めてるみたいな、そういうちょっと理解をあの、まずしてほしいんですけども、で、そこで19ページの縦1、行政裁量の意義。 で、矢印のところです。えー、行政活動は法律による行政の原理から法律の規定に従って実施される必要がありますと。もっともね、行政活動の詳細な事項についてまで法律で細かく規定しちゃうとね、えー、個別具体的な事案に応じた適切な行政活動を迅速に実施することができなくなるという不都合が出ちゃいますと。そこで、えー、4行目ね。まあ、これも妥当な結論というのを考えてこうやって考えてきた話なんですけど、えー、個別具体的な事案に応じた適切な行政活動を迅速に実施することが可能、を可能とするために、はい。で、5行目。立法者が法律でその執行者である行政機関に独自に判断する余地を認めたものをね、それを 行政裁量といいう,うに言いますね、まあ、例えば、採責認可だったら後で根拠法令確認しますけど、他人に危害与えちゃうような時はね、採責認可しちゃいけないって書いてあるんですよ。本当にちょっとざっくり大ざっぱに言うとね、あの <laughs> 農業の利益とか、まあ、林業の利益なんかが例示されてるんだけど、まあ、とにかくなんか他人にこう危害加えるような時は、知事はね、認可しちゃいけないみたいな形で書いてあるんですけど、処分の根拠法令がね、処分要件を定めてきたよね。まあそういうことで、えー、でもどういう時に、じゃあそのね、えー その危害を加える恐れがあるっていうふうにあの言えるのかってことは結構漠然としたあの表現でされてますから、まあそういうところをね、具体的に知事があの判断していかざるを得ないところがあるんだけど、そこがまさにあの行政裁量が与え,たれ与えられているところになるわけなんですよね。あ、これでちょっとね、丸暗記じゃなくてイメージしてほしいんですよ。例えばさ、大雑把に、あ、ちょっと処分の根拠法令で確認しましょうか。ちょっともう丸2の薄っぺらい方の,あのレジュメ見てください。最責任可の処分の根拠法令は H26-5 ページにあります。ちょっと法令の着てみながら行きましょうかね。 h26-5 ページのところなんですけれども、まずね、最跡認可の大元の条文は33条になります。えー、h26-5 ページね。今薄っぺらい方の丸2の書き方編の丸2のレジュメ見てますが、えー、それのね、えー、h26-5 ページにほら資料に関係法例ってありますよね。論文試験、行政法はね、予思試験でも予備試験でも必ずこう資料でね、法令ついてますから、個別の法令がね。まあ、これをこう解釈する能力があるかっていうのを要は試されてます。 行政法の試験で何を試されてるかというと、まさにね、その個別法の解釈能力があるかどうかなんですよね。そこが同じ公法を受けでも憲法との大きな違いになります。憲法はあくまでも憲法論の理解ができてるかどうかってことを試す科目なんですけど、行政法の場合は必ず個別の法令がついてますから、資料でね。司法試験でも予備試験でもね。で、これをちゃんと解釈できるのかどうかってところが試されてますね。で、採石法の大元の この採石認可の大元の根拠法令はね、まあ実際本番の試験で自分で探し、探さないといけないんですけど、ただヒントになるのはこの見出しで33条。採石計画の認可ってあるから、あ,あ、これあれだな、大元の法令じゃないかってことでね、一応タイトル見ると目星がつけられるんじゃないかと思いますよ。で、そうすると33条見ると、採石業者は採石の、えー、さあ岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所ね、えー、以下ね、岩石採取場というごとに、採取計画を定め、当該岩石採取場のね、所在地を管轄する、都道府県 知事の認可を受けなけけななればいいいととこただ、行政法の格問に慣れてると、あの、慣れてくるとは、だんだん分かってくるんですけど、実際にこうやって処分の根拠法令らしいものが見つかっても、対立利益を調整どういう利益を調整するために、その、例えばこの認可性が取られてるかとかね、あるいは許可性が取られてるかとかってことが、あの、分かるような条文を見つけないと、結局、その処分の根拠法令の趣旨目的の検討ができないんですよね。ていうことで、この33条で結果的に、なんか対立利益 が、はっきりわかんないんですよ。この33条だけ見てると。そうなってくると、もうちょっと他にもっとこう対立利益を適切に調整するって観点からなんかこの認可性取られてるようなこと定めてる条文がないかって観点から、さらにこう読み進めていくんですね。で、今日ちょっと時間の都合で、まあずっと見ていくとね、まあ目につくのがね、H26-5 ページの比較的下の方なんですけど、33条の4。まあ、タイトルに認可の基準ってありますね。これ結構ヒントになると思います。 実際にはその、例えば許可、まあ、今回認可制ですけどね、例えば許可制だったら許可の基準って形でよく見出しついてね <laughs>、あの、個別法の条文ついてる時ありますけど、大体いい許可の基準みたいな、そういうところの条文見ると、対立営義がね、そこには結構入ってることが多いんですよ。 で、そこで趣旨目的をね、その根拠法令の趣旨目的をあの読み解くことができるんですけど、今回はその飼育名の保障を要求するような趣旨が読み取れるのかどうかって話なんだよね。その採石の跡地をちゃんとさ、しっかりしないで逃げちゃう人がいるからさ、跡地、その跡地防災措置をしっかりやるためにはね、こういった代わりにね、本人の代わりに跡地防災措置をやってくれるような飼育名の保障を要求するようなことが法の趣旨から読み取れるかどうかってことを見ていくことになります。で、そこで、33条を見ていきましょう。認可の基準ってことで、 えー、都道府県知事は、33条の認可の申請があった場合において、ってことで、さっきね、33条見てますよね。まあ、33条の認可の申請があった場合において、当該申請にかかる採取計画に基づいて行う岩石の採取が他人に機会を及ぼし、これね、認可しちゃいけないときのことを書いてあります。他人に危害を及ぼすときは認可しちゃいけないとかね。まあ、他人に危害を及ぼし、公共のように、えー、供する施設を損傷し、または農業を、えー、林業、 あちなみ、に今回のね、登場人物、あの、この採石認可に不満言ってる人ってね、林業の利益が害されるって主張してるんですよ。まあ、ちょっとそれで林業のところ丸つけてるんですけど、まあとりあえず今ちょっと気にしないでおきましょうか。ちょっと一般的にね、ちょっとこの条文の見方なんですけど、まあ農業を、林業を、もしくは、えー、その他の産業の利益を損じね、公共の福祉に反すると認めるときは、道場の認可をしてはならないってことになりますね。で、これ結構ヒントになると思うんですよね。 この認可制、この採石法っていうのは認可制を取ることによってどういう利益をこう保護しようとしているのかあ。おそらくこれをちょっとこうヒントに解釈をして。で、さらにこう、今回はとにかくあの、飼育名ってね、特定のその地元のね、えー、事業団体。その本人に代わってね、本人がちゃんと後地防災措置してくれないときはね、その本人に代わって後地防災措置をしてくれる人なんだけど、団体なんだけどね。その飼育名のまあ認可を、ちゃんとね、飼育名の保証つけないとまあ認可できないっていことまでこれ読み取れるのかどうか。そういう感じになってくるんですよ。午後のところね。というわけで処分の根拠をこれこうやって見ていきますね。 大体多くの場合はこうやってさ30、30みたいな規定があるんですけどね、そこのところだけ見てもね、ちょっとこう対立利益が、あの、はっきりよくわかんないってことが多くて、で、さらにこう読み進めていくと、なんかもうちょっと具体的なね、認可の基準とか許可の基準とかっていうのが定められてる条文があって、で、そこまで行くと対立利益が読み取れることが多いですね。で、対立利益が読み取れると、まあ、法がどういう利益を保護しようとしているのか。 あということでね。えー、その、まあ、今回だったらやっぱりそのね、地元にやっぱ被害を及んじゃいけない。あの、採石ってのは本来、まあ、自分の土地を自由に、そのね、あの、自分の土地で採石するんだってのは本来、財産権の行使の自由。あるいはそのね、採石した石を、まあ、う、う、うってさ、まあ、なんか儲けるとかっていうのも、本来営業の自由として自由にできることなんですけど、やっぱ絶対無制約ではいけませんからね。他人に迷惑かけちゃいけないんで。まあ、憲法的に言ったら公共の不信による必要な制約ってのは受けざるを得ないわけなんですけど、そのね、制約を正当化する対立意義がここに書かれてるわけなんですよね。 なんで今回は、ま、その CQI の保障まで要求するようなことを法が許してるのかどうかってことの検討が求められてるということになります。で、この時ちょっと大雑把な話なんですけど、仮に、その、ま、もともと法律による行政の原理だから、通、あ、じゃあ皆さんに問題です。 通達とか要項って典型的な行政の内部規範であって、やっぱその本来外部効果がない、一般国民とね、住民とかにあの効果がない、まあ、典型的な内部規範っていうふうに言われてます。まあ、要は処分の、やっぱりその根拠法令ではないんですよ。通達とか要項っていうのはね。で、その時に、えー、例えば今回要項にね、まあ、飼育名の保証をつけないと、ま、認可しないみたいな、採石の認可しませんみたいなことをあの、書いてあるわけなんですけれども、じゃあ、それに従ってした処分が仮に適法になるとしたら、 それはどういうことがあ、まあ前提として必要になってきますか、ね、仮にね。まあ、だから結論として、通達に従って処分しても、それってやっぱ法律の行政が果たされてることにならないから、当然には適法にはなりませんよね。まあ下手すると違法の可能性が高いわけじゃないですか。<laughs> 純粋に、あの法の根拠によらずに、ね、内部規範に従ってして、あの処分してしまうとね。だけど、適法になる時もあります。それはどういう時なんでしょうかっていうのが問題です。 まあ今回は、その、飼育未来の保証っていうのをね、あの、採石認可の申請書につけろみたいな、その保証書をつけろみたいなことが、まあ、その内部のね、要項に、えー、行政内部でしか通用しないはずの、まあ、要項にこう書かれているのをね、それを行政庁の方が外の外部の人に押し付けてるわけなんですけれども、<laughs> でも、まあ、その押し付けたことが適法になることもあるんですよ。まあ、そこで適法違法で、まあ、両方あり得るからこうやって問題になるわけなんですけどね、過去問の傾向からするとね。でどういう時に適法になるんでしょうか。はい、問題です。 各自頭の中でまあちょっと考えてもらえればと思うんだけど、まあ一つの考え方としては、結果的にその通達や要項の内容が処分の根拠法令の趣旨や内容と適合する場合ですよね。その場合は結局ね、その通達要項が処分の根拠法令の趣旨や内容に適合する場合は、まあ通達にしてね、通達に基づいて通達通りの処分をすればさ、結果的に、 処分の根拠法令の趣旨にあった処分がされることになるから、まあ、そういう点で法律による行政の原理にあの反しないって話になりますよね。まあ、結果的にあの処分の根拠法令通り,りに処分してる、通達に従って処分したからっていうよりは、あ結局その結果的にちゃんと処分の根拠法令通りに処分をしてるというにうにあの評価がされるから、まあ、それであの処分が適用になってくるっていう,うに思うんですけど、まあ、そういうところが理解できるかって話になってくるんですよね。 というわけで、今回の要はこの辺のところになりますね。あとね、ちょっと雑談で聞いてくれればといいと思うんですけど、今結構処分の、あの、結局、飼育名の保障をさ、あの、処分の根拠法令が要求してるのかっていう話で、まあ、ざっくり話してるんですけど、この時の処分の根拠法令ってじゃあそもそも何なんだって話になってくると思うんですよね。で、 ここ最近、本当にこの1、2年なんですけど、これ結構最近厳しい見方が、あの、厳格にそこを特定するってこういうような、あのことがね、結構見方が厳しくなってきてまして、そのきっかけが、令和4年の司法試験なんですよ。令和4年の司法試験が、結構取材の人が採点実感が、まあ、あの、試験交際にコロコロ変わるからね、令和4年はちょっとあまり良くなかったんですよね。おそらくねあ、あんまりちょっと悪口言っちゃったあれです。公開の場で悪口言っちゃったあれですけど、<laughs> でもまあ、ちょっと令和4年の取材の人採点実感は、処分の根拠法令っていうのがどういうものなのか,というのか、ちょっと理解できて いうような書き方結構してたんですよしたら、あの、神戸大学のあの、法科大学院のあの、行政法の有名な学者の先生二人連名でね、あの、まあ、人の中に一人にあの、オキ先生入ってましたけどね、沖キ先生最近あの、行政法総論の結構分厚いね、800ページぐらいの、総論だけで800ページぐらいのあの本出して、私も早速買ってね、あの、それ結構読ませていただきましたけども、まあ、オ先生なんかがね、処分の根拠法例というのは、やっぱりその、処分の実態法、実 実体的な要件を定めるもの。だ今回言ったら、ほら、対立利益を適切に考慮するための、この33条の4、これなんですよ。この具体的にこれで言えばね。大、ま、木、あ、先生別にこの26年の問題解説する文脈でそういうことを言ってるわけじゃなくて、令和4年の小試験の問題をちょっとこうね、あの説明する、あの、ためにあの、そういうことを言われてるんですけど、まあその大木先生の考え方、まあ処分の根拠法れっていうのは、対立利益をまあ結局調整する。 ためにね、行政庁にこう、権利、裁量権の行使に縛りをかけるようなものでありますから、その、絶対法的に対立利益が読み取れるようなものじゃなければいけないんですよね。だからそういう点で見ると、今回はピンポイントであの言えば、まあ、いきなり33条の4に飛びついちゃうとね、あのちょっと何が何だかわかんなくなっちゃうから、33条のまず認可性、採石、岩石の最初には認可性が取られてるじゃないですか。だから、33条がまず大元、根拠法令の大元になるんだと思います。だけどこれだけだと具体的なあの対立利益が読み取れないから、その もうちょっと具体的になった33条の4ですね。これが、ここも含めて、その、処分の根拠の趣旨目的を読み取るための要になるまあ法令だって形で理解していくのが大,大事だと思いますね。で、沖地先生がね、その令和4年の問題を法学セミナーでケチョンケチョンに叩いたものだから、令和5年の問題は、あの、まあ、結構改善されてましたね。そういう点ではね。だからそうなってくると、今後は、 まあそこの何が処分の根拠法令なのかってことに関しては、まあ令和3年までのような適当な、令和4年までのような適当なような感じではもう通用しなくなってくる可能性がありますので、ここはだから今喫緊の重要な課題になってるんだと思うんですよね。まだ情報が少ないんですけどもね。まあ少なくてもそういう指摘がされて、で令和5年の問題が、あの、ましになってるんで <laughs>、だから試験交際も、まあちょっとこれはやっぱ4年までの問題はまずかったなっていう感じになってるんだと思うんですよね。 で、これもね、雑談で聞いてくれればいいんですけど、例えば処分の根拠法令が何なのかってことを考えるときに、今、割かし採石法のさ、条文ピンポイントで見たじゃないですか。じゃあ皆さんに問題です。そこまでピンポイントで見なくても、この採石法っていう名前の法令の中にもう規定されているものであればね、一条からもう最後の条文までね、規定されているものだったら、これ全部処分の根拠法令になるっていう考え方どうですか で実は多分下手すると令和4年以前まであのそういう考え方前提に問題作られた可能性があるんですけど、それはね、多分まずいんじゃないかと思うんですよ。で、よくね、自分が思いついた例としてはね、これ沖先生じゃなくて私が自分自身がよあの思いついた例としては、司法試験とか予備試験の過去問を見てると、結構都市計画法を題材にしたあ問題よく出るんですよ。で、その時に都市計画法っていろんな制度がありまして、例えばあの、用途地域の制度ですよね。 工業と商業が例えば混在してしまうと土地利用の効率がこうまあ良くなくなっちゃうからね。まあそういう点で土地利用の効率を上げるためにその一定の区画をその建物を例えば指定して用途を指定しちゃう工業地域に指定するとか、大指定素住居専用地域に指定するとかね。まあそういう形の用途地域っていうのもあると思います。それとはまた全く別でその例えば都市計画で道路をまあ作るとかいろんな制度があるんですよ。で別にその道路を作るっていうのは土地のその用途の混在を防ぐとかっていう目的では ないわけです。あと同じ都市計画法の中でも、あの、市街化調整区域っていうのが、また用途地域とは全然違う制度でね、市街化調整区域、その市街化をこう、まあ、予防するためのね、えー、その、えー、区域設定っていうのがあるんですけど、あとあの、防火地域とかね、えー、そういうところだと、こう、建てられる建物が結構制限されてるかするんですけど、それってね、全部趣旨が違うんですよ。 でそうなってくると、処分の根拠法例ってのをさ、例えば都市計画法の中に、例えば用途地域の適応性を考えるときにさ、じゃあ処分の根拠法令で都市計画法に入っている条文だったら何でも使えるのかって言ったらそんなわけないですからね。<laughs> あの、その用途地域の趣旨とね、今言った市街化調整区域の趣旨とさ、あとその都市計画法根拠に道路作るときの趣旨って違うから全部。 だから、まあそういう点で、だからやっぱりその処分の根拠法令って結構ピンポイントでいかないといけないんじゃないかなっていうのは、自分なりにちょっと、あの、先生のまあちょっとね、その指摘をまあきっかけに、ちょっと私も今いろいろ考えるようになってね。ああ、でも言われてみれば確かにそうだなってことで、私は納得してるんですよ。だからそういう点で、まあこの治療にについてる法令で言うと、金面談がやっぱその33条と33条の4なんでしょうね。で、それ以外の法令も、33条とか33の4の趣旨と同じようなものであれば、 その大元の根拠法令の解釈するときにもちろん参考にはできると思うんですけどね。だけど、あの、そういう関係がない限りは、採石法の中に書かれている法令が全部根拠法令になるわけではないと、採石認可の根拠法令になるわけではないっていう、まあそんな感じになってくるんだと思います。だから今後は、そのまさにそのピンポイントですね。特にこの大事な条文を特定できるかどうか。そのまさに実態的にその対立利益をうまく調整するって観点から処分庁に対してね、えー、その裁量権の行使にこう歯止めをかけているようなその条文を見つけて、そこをピンポイントにそこをまあ一 一つ軸にして、ねで、そこから処分の根拠例の指示目的を読み取ることができるかどうかっていうところが試されてくる可能性がありますね。ただ誤解がないようにあの言っておきますとね、まあ、ピンポイントで処分の根拠法令ではなくても、結局は処分の根拠法令がそういうことも、えー、例えば、そのね、 同じ法令の中にもいろんな条文があってさ、ピンポイントの条文ではないんだけど、まあ、でも大元のその根拠法令は結局あのそういったね、ピンポイントじゃない条文に書かれてるのことを考慮することを処分庁に許してるんだみたいなね、そういう解釈ができるんであれば、それはあの、東に書いていいんだと思うんですけど、でも、それを東和に書くにはあのそういう説明があの必要になってくるってことですよ、今後はね。 なので、ここはもう本当に、もう最近、沖津先生がだから、令和4年の問題、こう、ケチョンケチョンに叩いてるのがだけで急にね、あの、考えなければいけないような感じになったんで。まあ、今後はだから、そういうところをいかに考えられるかって話なんですよね。だから、この過去の、なんか、あの、こう、合格者の再現答案とか、まあ、そういうのはあまり当てにならなくなっちゃったんでね。あと、まあ、そもそも再現答案っていうのはさ、満点取ってるわけじゃないからね。で、えてして、勉強が進んでない受験生ほどさ、なんか簡単にこう、書いてあるのところをさ、こう、まあ、そこまあ、要は理解しやすいからさ、そこ真似したくなるんだけど、そこで点数取ってる、 かどうかって分かんないから、ちゃんとなんかしっかりその緻密な利益考慮してるところで点数取って、それで合格点に届いてる可能性もあるわけだからね。結局合格した人だって満点取って受かってる人なんかいないわけですから、まあ逆に言えば満点基準にした時にかなり点数を落としてるんですよ。さっきだと言う、あの、司法試験とか予備試験ってさ、満点基準にした時に半分ぐらい点数取れれば、まあ一応合格点にはなりますからね。らそういう時に合格者の答案基準に勉強してさ、デーして勉強をあまりこう進んでない人ほど、なんか簡単に書いてあるところをやっぱ真似したくなっちゃうんだけどね。<laughs> そこでこの点数もらってるかどうかって保証はありませんから、まあそういう点 では、ちゃんと自分であの考えるってことが必要になってくるんじゃないかと思うんですよね。だけど、あの、処分の根拠法理に関してはね、今後ちょっと、あの、私も、もう、あれだな、これ大変になっちゃったんだからな。<laughs> あのまあ、この問題もそうなんだけどね。あの、まあ、今後しっかりとね、これから、あの、過去の過去問だからやるときにしっかり考えていかなければいけなくなったということになりますね。まあ、今までのちょっと回答例はもう使えなくなったと思,思ってもいいかもしれませんね。あの、ちゃんとうまく書け,けてなければだけどね。 さてさ、じゃあ大体こんな感じですね。まあ今、あの雑談ということで、あのちょっと話がね、貴重な時間使っちゃいましたけども。ではね、あの本,本題に戻りましょう。じゃ今回とにかくあの裁量記事に従ってした処分の適応性どう審査するかって話でさ、で、まあ基本知識を確認してますから、あの後で問題文読むときにね、その問題文の意味わかんないで困っちゃいますから、そこで、あの、丸1のレジュメ、えー、ですね、等の書き方丸1のレジュメの19ページに戻りましょう。今の行政裁量の意義を確認しておいたんですよね。 えー、で、ちょっと結論部分だけ確認していきましょうか。えー、縦1のね、今、丸一のレジュメの19ページを見てます。そして縦1の矢印、一番上の矢印のところですけれども、まあ、下から、 三行目から行きましょうか。まあ、立法者が法律でその執行者である行政機関に独自の判断をする余地を認めたもの、それを行政裁量と言いますと、このような行政裁量の損否やその範囲は処分の根拠法令の解釈により決定されるってことになりますね。まあ、今回だったら、その先ほどの採石を今、一緒に見た規定ね、あれが果たして、その、飼育名の保障をね、その採石認可の際に要求することを許してるのか、そういう裁量をね、行政庁に与えてるのかどうかって話でね。まあ、とにかく、採石しっぱなしは困るからね、跡地防災通知っていうのはきちんとされなければいけないんだけどね。その跡地防災 措置を実現すするるためにのの保障がいかかどうかって話ですよ、ね、まあ別の手段でもいいんじゃないみたいなさ、そういう突っ込み入ってくると思うので、そこのところを皆さんがどう考えるかっていうことになってくると思うんですよね。あ、土地防災自治体は別に飼育命令の保障に限る必要ないでしょなんか別の,あの、例えば別の県外のさ、あ飼育命ってこの B 県、まあ今回舞台が B 県っていうところなんだけどね、まあ、飼育命ってのはまさに B 県の、えー、その、 に存在する特定の事業団体なんですけど、まあ別に B 県以外の組合でもいいじゃないかとかさ、いろんなあところ突っ込みところあると思うので、まあそういうのをこう考えるってことが必要になってきますね。果たして、採石法っていうのはそんなピンポイントでさ、C 組合の保障じゃなければいけないってそんな狭いところまで、えー、縛りかけてるのか、そこまでの趣旨が読み取れるのかってね、そこのところはあのしっかり考えていくってことになりますね。最終的にはとりくその B 県でさ、後地防災措置がちゃんと実現できればいいんですよね。まあそういった観点からね、しっかりと問題文の事実関係を分析していくってことがあの非常に大事になってきます。 さて、えー、で、えっ、ー、とね、今日はね、19ページはこれぐらいにしておきましょう。で、20ページをご覧ください。今回、あの、要項っていうのが出てくるんですけど、要項というもので、今回、性質と効果が問われてますよね。<laughs> なんで、その問題文さっきほら、あの、本件要項の性質と効果ね、まあ、ちょっとこう踏まえながら検討しないといけないんですけど、で、そのちょっとね、性質効果に関して、20ページの一番上、行政立法というタイトルをつけてあります。 で、えー、この行政立法はね、一番下の図なんですけど、20ページの一番下なんですけど、まあ、広い意味での行政立法、まあ、ちょっととりあえず、太字のとこだけ、ちょっと、あの、気にしてもらえればと思うんですけど、行政立法というのね、大きく分けると、あの、法規命令って言われるものと、行政規則というふうに、あの、言われるものがありまして、で、法規命令ってのは、まあ、大雑把に言ったら処分の根拠法令ですね。まあ、普通に、だから、あの、法令です。 えー、まあ、大元の国会が作った法律や、その法律の委任を受けて制定された、まあ、規則、法務、あの、いろんいろな、あの、省令とかありますよね。政令とか。まあ、そういったものでもいいんですけど、大元のちゃんと法の委任を受けてれば、あの、ちゃんと法令になるんですよ。ここでいうところのね。だから、処分の根拠法令になりうるってことですよ。もちろん最終的に根拠法令になるかどうかは、あの、内容次第なんですけどね。先けたと最近ピンポイントで、あの、しっかりとこうね、対立利益を適切に考慮するって観点から、定められている法令、ピンポイントで特定していかないといけないんですけども。でそういったものが、法規命令ということになります。 えー、そして、もう一つが行政規則で、で、これがまさにあの、今回出てるやつなんですよ。その、通達って形で、あ、じゃ要項って形で、あの、出てますけどね。まあ、行政規則っていうのはさっきだったり、あの、法令ではなくてね、外部性がなくて、外の一般国民とか一般住民にね、えー、こうなんか、本来効力が及ばないもので、行政内部だけでこう、通用する内部の、行政内部の規範なんですけど、で、それはね、もう、各自治体ごとにもう、言い方、まちまちなんでね、通達って言ったり、要項って言ったりさ、局長通知って言ったり、もう、それこそ、例を挙げたら切がないぐらいなんでね。あの、うん、まあ、その、まさに内容自体で見ることになりますね。で今回 なくても、あの、今回の問題についてる、あの、本件要項っていうのは、まあ、完全にこのね、行政規則ってことがわかるんですよ。大元の資料についてる根拠法令をたどっていっても、再責認可の際にね、集計名の保障を要求する旨の規定は一切ないんです。法令に。ってなってくると、もう完全に法令からこう、分断された、内容的に分断されたものになるから、あ,あ、これ行政規則でやってるなって感じになってくるんですよね。本件の要項はね。 ちなみに問題文で要項って書いてあるからね、まあそこまで分析しなくても、あ,あまあ内部規範なんだろうなってことは推測できるんですけれども、過去問の傾向からするとね、あのそういった名前がついてないものがあってね、要項とか通達ってはっきり書いてくれないようなものがあって、そういうときはね、ちゃんと根拠法令の仕組み解釈をして、 で、どう考えても大元の法令と繋がらないようなところがなんか出てきたときね、それは内部規案の可能性が高いんですよ。いわゆるあの通達とか要項の可能性が高い。ただ問題もそれが表示されてないだけで、法的性質は通達要項で基本的には外部効果がないというものですね。でも今回はまあ比較的ね、要項ってはっきり書いてくれてるんで、まあ大きなヒントになるんじゃないかと思います。さて、えー、で、この後ですね、えっ、ー、と、21ページは今日飛ばしておきます。で、 えっと、22ページと23ページはちょっと今回の問題解くのにちょっと必要な知識がありますので、見ていきましょう。本件要項の性質と効果をちょっとこうね、答えないといけないですよね。で、それを答えるのに必要な知識が22ページと23ページにあります。過去問でよくね、結果的によく、 聞かれるところでもあるんですよね。ああいう聞き方をしてきたら二26年の問題だけなんですけど、まあ、実質的にあのいろんなあの指示誘導の仕方を工夫してね、ここにあの書いてあるようなことを、まあ、のどっかに書かせようとしますね。でそこで22ページ。 のカッコにですが、行政規則のまあ内容による分類ってことで、まずあのとこです。矢印ね。あ行政規則は内部、内部規範ね。法令ではない。あの内部、行政内部のあの規範っていう話になります。通達とか要望が典型的なんですけどね。で、それはね、大体大きく言うと、あの解釈基準っていうふうにあの言われるものと、意の裁量基準っていうふうに言われるものに、こうね、あの、まあ、 整理して理解をすることが可能になります、まあ。もちろんこれだけじゃないんですけどね。まあ、試験対策上、まあ大体よく出やすいのは、こうやって解釈基準とか、まあ裁量基準なんていうふうに言われてるものがあの多いっていう、まあただそれだけだの、それだけの話になります。で、えー、あの矢印のところまず見ていきましょうか。解釈基準の矢印のところですけども、 えー、処分の根拠法例の文言の解釈の仕方が複数あり得る場合においてね、さっきだったら、例えば、林業の利益を、まあ、害さないときはね、害する恐れがないときはさ、例えば、採石認可できるって書いてあったとして、じゃどういうときに、じゃあ林業の利益を害さないと認めるときって言えんのかってい、ね、まあ、いろいろこうね、解釈が分かれそうなんですけど、まあ、そういった複数あり得る場合、上級行政機関は、下級行政機関に対する指揮監督権の一環としてね、行政の特徴って、まあ、司法や立法にはない行政の特徴って、やっぱこの一体性ですよね。司法っていうのは別に、一応、 けまあ、結果的に制度としてはさ、まあ、上級。 ち上級裁判所とね、下級裁判所っていうのが、まああるんだけど、別に上司部下の関係になってるわけじゃないんですよ。裁判所っていうのはそれぞれ、裁判官が司法権の独立で独立してますからね。あと国会もそうです。別になんか議長がさ、まあ他のじゃあ議員の、えー、ほんと、行事としてなんか指示命令するかって、別にそういうわけでもないんですけど、行政に関してはね、行政の一体性を確保する。まあ要は法律による行政の権利を実現するためにはね、まあ、まず大元、国民の代表者がまずその大元のルールを作り、で、それをこう執行するときに、そのまあ行政庁の方で考え方がバラバラだと、その執行ができなくなっちゃうから、まあ、その行政のやっぱ 一体性っってていうのがすごくく大事になってくるんで、すよでそういうことで、まあ、矢印のとおりに、見ていきましょうか。まあ、処分の根拠法令の文言の解釈の仕方が複数あり得る場合において、上級行政機関は下級行政機関に対する指揮官特権の一環としてね、まあ、行政組織の内部で処分の執行に必要な法解釈の統一を実現するためにね、 処分の根拠法でああの結構抽象的でしょ採石法の規定もさっき抽象的だったじゃないですか。あれが自治体ごとに適用の仕方がやっぱりまちまちになるとね、非常に困っちゃうんですよね。法の趣旨が実現できない自治体が出てきてしまう可能性があるし、場合によってはその自治体間で不平等が起きてしまうことになりますので、やっぱそれを防止したいんですよ。まあ、そういうことで、えー、3行目。業、え、績、ー、規則の一種のものとして処分の根拠法の会社基準を定立することができると。あともう一つがあの裁量基準というところで、えー、裁量基準の意、e、の、ね、矢印のところです。 えー、行政庁の恣意的な裁量権の行使を防止して法律による行政の原理を実現するためにね、まあ、今回だったら採石法のちゃんとね、えー、その規定の指示を実現するためにですね、えー、行政庁が裁量権を行使する際によるべき基準ね、ま、今度裁量基準って言いますけど、を処分の根拠法令の指示目的と適用する合理的な内容の行政規則として定理することが要請されると。だから今回は、とにかくさ、林業の利益とを害する恐れがあるときは、恐れがあると認めるときは、まあ採石認可してはならないってなってるんですけど、そのためにはじゃ飼育名の保障がいるのかどうかっていうところね、その要項で、 規定されている CQ 名の保障が必要なのかどうか。CQ 名の保障がないとさ、害することが、あのね、あの、害する恐れがあると認め,認めるときにあた、害する恐れがもしある、あるときに当たっちゃって認可がされないのか。まあ、そういうところをこう検討してほしいっていう感じなんでしょうね。でですね、えっ、ー、と、この今のね、あの、 22ページの意のところの2個目のブロック、白丸ついてるところなんですけど、なおね、ある行政規則が、まあ実際上裁量基準であると,と同時に解釈基準であることも多いので、まあだからこの区別相対的なんで厳密にどっちかってところまであの特定する必要はないです。あの実績ありませんのでね。最終的には裁量、あの法令ではない、その行政の内部規範に過ぎない、そういったね、 えー、要項とか通達に従ってした処分の適用性をどう考えるのかっていうのが、もう法的には一番大事な確信になるんですよね。でそういう点で、その内部規案がさ解釈基準なのか裁量基準なのかっていうのは、実はあの法的にな処理の、最終的に、ね、その処理、処理をするなんか法的なところになんか影響するわけではないので、あまり気にしなくて大丈夫です。ここのところはね。どっちで、どっちにしろ内部基準に従ってした処分の適用性を検討するって形でやっていきます。で、 23ページなんですけど、これ過去問の傾向ですね。今みたいにね、内部基準の性質聞かれるときがあるんですよ。その聞かれ方はもうまちまちなんだけどね。今回たまたまああ,あいう聞き方されてますけどね。これがいろんな聞き方してくるんでね、臨機応変にね、あの、当案でうまいところにね、聞かれてる形で、そこにちゃんと答えるって形でね、聞かれてることにちゃんと答えるって形でうまくこう文脈を考えていかないといけないんだけど、一応そういうことは、あの、するための基本知識になります。で一応過去問の傾向化すると23ページでね、裁量基準の典型例ってことで、一応大きく3つのもの、過去問、今までの過去 分分析するるとと主ににつのものもけることがで、きまして、ね、その性質をでま丸一ですが、えー、申請に対する、許認可等のね、審査基準、これ行程法の5条1項ですね、申請に対する処分についてはね、審査基準をね、まあ、恣意的な処分がされてくるっていう、されていたっていう歴史的な経緯に、まあ,あ、こうね、えー、踏まえ、歴史的な経緯を踏まえてね、審査基準の設定、公表がど、あの、必要的になってますけど、まあ、そういうことで、 審査に対する、えー、許認可等の審査基準ね、行政法5条1項として定立された行政規則。で、これ内容としては、丸一のタイトルの下のところですけど、行政機関が裁量処分する際の裁量権の行使の指針の意味のね、裁量基準は、それが申請に対する処分についての審査基準であれば、まあ、行政法ね、まあ、行政手続き法、まあ、行政法って実際、とはには書きますけどね、わざわざ行政手続き法ってバカバカしい、あのな、こんな長い、画数の多い感じ書いてると時間がもったいないからね。まあ、行政法であの、わかりますから、あの、採点する人は。 まあそういうことで、まあ行程法上の審査基準として設定公にすることがゲーム付けられると。で、今回、採石の認可ってどうですかこれに当たりますあの、要は申請に対する処分と言えるでしょうかっていうと、まあ当たりますよね。あの、採石の申請に対して、あの、さっき条文確認したじゃないですか。採石の申請に対してその認可がされるわけですから、まさにあの、これなんですよ。だから、さっきあの、説問以前さ、本件要項の性質と効果、ああね、ちょっと、あの、踏まえ、に触れなければいけないんですけど、性質のところはこれです。 先ほどの要項は、行程法5条1項の審査基準なんです。簡単に言うとね。申請に対する処分についての、えー、こ,のこの審査基準、行程法5条1項の審査基準だってことで答えると点数もらえるんですよ。 あとはね、あの、他の過去問では、例えば、丸2です。あの、不利益処分の処分基準って形で、あの、この内部基準が登場するときがありますね。えー、それが丸2になりますね。まあ,あ、裁量基準が不利益処分についての処分基準であれば、こちらは、あの、行程法上のね、処分基準として設定、えー、公にすることがね、努力義務になってるんですけど、その性質は、一応、過去的に、で、条文書いておきましたけど、あの、行程法の12条1項ってことになります。丸1の場合は5条1項。で、丸2の場合は12条1項。で、これ答えて点数くれるっていう感じになりますね。 そして、丸3。これ、どっちにも当たんないケース。これ、平成29年の司法試験で出ましたね。あの、その他、え、行政手続法とは無関係に定立された行政規則ってことで、丸3の例で、これ、平成29年の司法試験の内部基準なんだけどね。あの、要項とも通達ともなんか何も書いてなくて、単に内部基準でしか書いてなかったんだけど、あの、指導、あの、市区町村の道路です。あの、国道とかさ、都道府県の道路、県道とかね。あと、市区町村の道路でこれ、指導なんだけど、これ、指導を廃止すると。 指導の路線を廃する。今までまあ指導使ってる人がいるからちょっと迷惑な話なんだけどね <laughs>。まあ、その指導をちょっとこう、まあ人取りが少ないんでね、そこ廃止しちゃおうみたいな感じになったんですよ。 まあそこでたまにこう通る原付とか、あとこうちょっと交通事故が起こる。まあ近く、そこの指導をね、ちょっとこう保育園の児童がですね、そこ横断するのに使ってるんですよ。保育園とその指導の、指導を挟んでね、保育園とその保育園の児童が、まあいろいろなんか畑、畑の勉強、畑の農作業を学ぶなんか勉強する畑があるみたいで、で、そこなんか行き来するときになんかたまに通る原付と、まあぶつかって事故が起こるってことでね。で、まあそこどうせそんなに人通ってないんだったら対立できての関係でもまあそんなにね、あの大きな不利益が起こるわけじゃないから、じゃ指導廃止しちゃうみたいな、そういうような問題 平成29年で、出たんですけどでその指導止するときの内部基準でね、あの、あ、これそうかこ、そこまで書かなかったか。あの、その指導に接する土地所有者の同意を取んないといけないっていうようなものがあったんですよね。で、それも、あの、まあ、結局は裁量基準にした方した処分の適応性をね、あの、聞かれるようなものが、あ、2 9年の場合逆だ。あの、全員の同意を取んなければいけないってなってたのに、同意を取んないまま指導止しちゃったんです。処分庁が。 だからこの場合は、裁量基準があるにもかかわらず、それに従わないでなされた処分の適応性が問われるんですよ。ちなみに、先に言っておきましょうか。そういう形で問われた場合は、私のこのレジュメで言うと28ページ。まあ今日やらないんですけど、28ページになります。28ページ。28ページの裁量基準の実態的統制その2、裁量基準に従わずにされた処分の適応性ってことで、まあ、こちらの観点から考えることになりますね。ところがこ、今日はこれではなくて、 えっと、ちょっと遡って、えっ、ー、と、24ページになります。これ過去問の傾向からこうやって分類してます。よく出るやつね。 で、24ページの、えー、タイトル、裁量基準の実体的統制その1で、こちらはあの裁量基準に従ってした処分の適用性ね。今回その要項で飼育名の保障を要求してるんで、で、その通り、あの、処分庁の方、あの、まあ、飼育名の保障がないってことで、じゃあ、その再責任か不許可にしたらどうなるのかって話なんで、まあ、今回こちらになります。さっきの平成29年の小試験は、の、これではなくて、あのその2ってことでねで。一応この2パターンがあります。過去問の傾向からするとね。あと、実務でもね、まあ、これ過去問がどう残るというのうんぬの前に、通達要請で大体こんな感じなんですよ。 通達に従ってした処分の適応性が検討を求められるときと、あと逆に通達があるにも関わらずね、行政庁が自ら作った通達に従わずにね、なんか処分をしてしまった場合のその処分の適応性って形で、だからまさにその,その1とその2って形で聞かれることが多くて、で、論文試験両方出してくるんですよね。で結構取材頻度高いんですよ。一応こう出てるもん、あの、年度か関連問題って形であの、つけておきましたけどね、あの、まあ、年月日だけしか書いてませんけど、結構出るんですよね。 で、このち、ちょっと考え方を見ていきましょうか。24ページのじゃあ、えっ、ー、と、今回まさにここが核心部分になります。ここね、暗記しちゃダメですね。理解をすることです。で、なんで暗記しちゃいけないかというと、この論点はよく聞かれるんだけど、結局、ここの基本知識のインプットのテキストに書かれていることが、そのまま書けないように指示誘導してくるんですよ。問題文点で、今回だったら、そのほら、要項の性質効果、 あ、を、踏まえた論述しないといけないでしょ。あそこに答えようとしたときに、インプットのテキストにあの書かれてることをそのまま書いても答えにならないので、ちゃんとここを理解して、で、毎回その問題で問われてることを理解して何をどの順番であの書くと問われてることに答えられるのかっていうのを考えていかないといけないんですね。だから理解が大事になります。論文試験っていうのはね。で、最近その傾向が強いんですよ。 これも雑談的でてくれればいいんだけど、私はあのもう大昔の受験生ですよ。も、ま、う、あ、2010年の受験生だからね、今から13年も前の話なんだけど、昔はなんかね、結構こう、物量作業が要求されるような、なんかいろんなことをね、短い時間でたくさんの知識を欠かせようとする問題が多かったんだけど、最近は、あの、このね、説問でこう、検討すべきことを結構絞りかけてきてるんです。あの、思考試験でも予備試験でも。 なので、その深さが重視されてますね。昔と違って、昔はもう知識の量がバリバリ <laughs>、まああまりに言いすぎ、うん、過ぎちゃうとあれですけどね。まあ昔はどっちかと深さっていうよりは、まあもちろん深さもあ、まあ、ないとさすがに受かりませんけどね。でもまあ深さっていうよりはその知識の量が結構勝負決まるようなところがあったんですけど、最近はまあそもそもこう、説問で検討すべきことが結構少なくなってきてるんでね。えー、そういう点ではね、深さが大事になってきます。で、それゆえに同じ論点聞くんでも、毎年ね、あの、この、 前の答案の貼り付けができないようにね、丸暗記丸貼り付けができないようにするために、毎年工夫してきてる感じなんですよね。だからこの論点すごく大事だから、まあ実務でも大事だしね、試験上、まあ何回も出てるってのもあれば、また出るとは思うんですけども、えー、またね、今予想もできないような聞き方してくるはずだから、だからちゃんと理解をしていくってことがすごく大事になってきます。じゃあ見ていきましょう。24ページ。ここは理解することを中心にいきます。ではタイトルの下ですね、24ページね、えー、裁量基準の実態的統制、その1のね、タイトルの下からいきましょう。例えば、 え、通達や要項などに定める裁量基準において、処分の根拠法に明示されていない地元自治会の同様モーター冒頭ー競争の勝ち船投票権の場外発売上の設置許可の要件としたり、これ平成23年の証券こんな感じの問題出したんですよね。ギャンブル施設の設置許可。で、周りの人が迷惑するわけ、地元の人が。 ギャンブルするような人があまりちょっと家の周りに来られたら嫌だなってことでね。で、そこで法、根拠法令にはあの書いてなかったんだけど、地元自治会の同意がないとね、こう許可しないみたいな。そういうことをね、通達要項で、内部基準でやってたんですよね。えー、そして、産行目、今のね、タイトルの下産行目。処分の根拠法令に明示されていない。で、これ今やってるやつです。飼育名という県内の特定の事業団体の跡地防災保障等を採石認可の要件としたりするようにですね。 これ平成2 6年で今見てるやつです。で、この続きのところですが、処分の根拠法令に明示されていない事項を考慮してされた処分は、処分の根拠法令をその趣旨から解釈してね、えー、処分の際にそのような事項を処分要件として考慮する裁量が処分庁、ね、に認められれば、当該処分は法律の行政に提供したものとして適用になりますということね。まあ法の趣旨に沿った。 結局処分がされてることになるから、結果的に見たらね、えー。で、このように、フト字のとこです。処分の根拠法令が、えー、処分庁に裁量を付与している場合ね、まあ、恣意的な処分を防止して、公平な処分を実現する趣旨から、裁量基準を定めることが義務付けられてます。あの、さっきの行程法5条1項ですね。あるいは、不利益処分の処分基準だったら、努力義務です。まあ、行程法の12条1項ですね。まあ、実際論文試験では、その努力義務のあの、不利益基準が、まあ、出てるからこそ論点になってるんでね。まあ、通常は12条1項の、あの、処分基準が出てきますよ、問題文には。 そして、この続きのところです。また、えー、こうして定められた裁量基準に従ってした処分が、裁量のいざずらよ用によるものであれば、違法になるわけなんですよね。まあ、そこで論文試験において、行政上が裁量基準に従ってした処分の適応性は次のように考えていくということになります。で、次の段落、まずってことで、まず処分の根拠理の趣旨目的を分析して、問題となる処分に行政裁量が認められるのか、認められるとしてどこまでの裁量が認められるのかを検討します。 結局、あの、裁量処分じゃないとさ、法に規定のない C 組合を認可の時にもう処分庁を要求できなくなっちゃうので、まあ、それ要求できるとしたら、これ裁量行為、その裁量が許されている、その飼組合の保証をね、採択認可の際に、え、こう考慮することを、根拠法令が処分庁に許しているっていう状態じゃないと、あの、そもそも議論にならないので、それで、問題になる行為が、まず行政裁量あるのかどうかってことを見ていきますね。そして、その裁量の幅も見ます。 今回はその裁量の幅として、やっぱ飼育面ね、そういった特定の地元の事業団体の保障をつけないと認可できないところまで、その処分庁に裁量を与えてるのか、根拠法令がね、対立利益をうまく調整するって観点からね、そういったところまでの裁量を与えてるのかどうか、そういうところを具体的に分析する人が出てくるんですよね。そして次にっていう段はなくね、あ、これだから心配しないでくださいね。覚える必要ないんです。 理解をすることが必要。覚えても永遠に書けないから、そのまま。<laughs> あの、指示誘導してくるから、いろんなね。そのまま書けないように指示誘導してくるから、ここは覚えるしかありませんからね。あの、理解をするところになりますから。あとにかく、あ裁量記事にした従ってした処分の適用性というのは、こういうふうに考えていくんだな、っていうことでね。その理解をするようにして,てください。では。 で、次にっていう段落ですけど、24ページの真ん中辺ぐらいですかね。次にっていう段落で、えー、裁量基準の内容を見てね、だ今回だったら、ま、飼育名の保障を要求するような裁量基準ありますけど、えー、裁量基準の内容を見て、えー、そこに規定されていることが処分の根拠法令から読み取れるか否かという観点からね、えー、裁量基準の内容が処分の根拠法令の趣旨目的に適用するものといるかどうかを検討します。これ、工学上、まあ、学問上と工学上と同じ意味なんですけど、これ、裁量基準の内容の合理性の問題って形で結構これ有名な問題です。これね。 えー、ということでね、その要項の内容と、えー、根拠法令の内容を見て、まあ、要はこれが一致して適合するのかどうかでとこを見てあげるっていうのが大事になります。えー、そして、その次の段落、その、えー、検討の結果っていう段落ですけども、その検討の結果、えー、裁量基準の内容が処分の根拠例の趣旨に適合する合理的なものと言える場合、えー、処分庁がその裁量基準に従ってした処分はね、処分の根拠例の趣旨目的に合致するものとして、ほら、原則適用でいいですよね。これ納得できればいいんですけど、丸暗記じゃなくて、ね。 利益状況的にこうなるはずなんですけど。内部基準が法の趣旨に合ってれば、その基準に従ってした処分は結果的に根拠法令の趣旨に合うじゃないですか。だから適用になるんですよ。ね。丸暗記じゃないですよ、ここは。理解をすることが大事ですからね。で理解しとかないと、多分、答案書けないような問題出ますからね。あの、指示誘導がいろいろ工夫されちゃって。そういうことで原則として適法となると。で、一方、っていうことでね、えー、裁量基準の内容が処分の根拠の趣旨目的に合致しない不合理なものであれば。 ま、当たり前なんですけどね。その基準に基づきされた処分はね、処分の際に考慮すべきでない事項を考慮したものということで、まあ、裁量逸脱な業で違法になると。だから今回だったら、処分の根拠法令の採積法がさ、ま、採択認可の際に、飼育クミの保障をまでね、要求するようなことも含んでないんだということでね。そういう場合は、それに、その基準に従って、ま、あ飼育名の保障がないことを理由に、採積認可を却下しちゃうとね、えー、これは違法になるということになりますね。で、それは結果的にほら、処分の根拠法令通りの処分がされてないから違法になるんですよ。結局ね。 さて、で、次の段落です。24ページの一番下の段落ですが、まあ、裁量、あ、で、ここから先はちょっと深い話なんだけどね。 裁量基準の内容の合理性が認められる場合でも、個別的な事情からその裁量基準を形式機械的に適用することが、法の趣旨目的に反し不合理と認められるときは、処分庁は例外的に、その裁量基準を形式的に適用して処分することはできず、処分の根拠法令に基づき、個別事情を考慮して裁量権を行使しないといけないということで,で、これどういうことかというと、法律の行政の原理からしたらこれは当たり前なんですけど、ちょっとね、ページめくりまして、26ページをご覧ください。 これどういうことをあの言ってるかっていうと、いわゆる個別事情審査義務とか、あと、オ津先生の本によると、個別事情交流義務ってあの表現されてましたけど、まあ、それに関することでして、で、まあ、26ページの、ちょっとこう、縁がありますよね。26ページの。 真ん中よりちょっと上のところにね。で、この円の意味なんですけど、処分の根拠法令って、まあ要は一般的中小的な法規範なんで、例えば具体的にどういう時に再責認可ができるのか、あるいは再責認可をしてはいけないのかっていうのを、あらゆる場面想定して全部具体的には絶対書けないじゃないですか。なので、処分の根拠法令っていうのはある意味その広くこうね、えー、枠を捉えてるんですよ。 で、それがこの一番外側の大きな円になるんですね。そして、裁量基準。今回だったらその飼育名の保証をつけないとね、採石認可しないみたいな裁量基準があるんだけど、それはその根拠法令の趣旨を一部具体化したものだって、そういう理解になります。あ、皆さんに問題です。裁量基準でさ、あの、処分の大元の根拠法令を全て具体化するようなことって可能ですかって言ったら、もう全てありとあらゆる事案をもうね、漏れなく想定して、 基準立てなきゃいけないわけじゃないですかで。そんなの現実的じゃないでしょ。そんな作業に時間かけてんだったら他のもっと大事な <laughs> あの仕事しなければいけないはずですから。だから、結果的には、やっぱり処分の根拠率が一番大きな円になって、でその裁量基準というのはその一部を、ね、具体化してるっていうそういう理解になってくるんですよ。で、そうなってくると、ある人の、例えば営業区役の申請とかね、まあ、今回だったら再責任課の申請ですけど、それは一応裁量基準の枠からははみ出してしまってる。 つまり、今回だったら、C 組合の保証がない状態で、採石の認可の申請をしている。だけど、大元の、そのちゃんとね、機械、あの、他人に機械加えるようにする、農業の利益や林業の利益、外さないようにするみたいな、そういった大元の採石法の趣旨を実現するっていう、その枠の中に申請が入ってるんだったら、はい、皆さんに問題です。法律による行政の原理からしたら、その申請はどうなんですか認可しなければいけないんですかそれとも却下することになるんですかどっちですかって言ったら、大元の法令の枠の中に入ってるんだから、認可してあげなければいけないことになりますよね。 裁量基準から出ちゃってるんだけどね。地域名の保障はないんだけど、地域名の保障はないから、裁量基準のちっちゃい円から出ちゃってるんだけど、だけど、ちゃんと法の枠の中に入ってるということでね。対立励行を適切に考慮するっていう大元の、えー、その根拠法令の中に入って、その申請が入ってるってなったら、法律の利用性の原理っていう観点からしたら、ちゃんとその認可をしてあげなければいけないっていう話になってくるじゃないですか。で、それが個別事情審査義務って言うんですよね。だからその申請が一応基準には入ってない。内部基準には入ってない。 けど、それで直ちに却下することは許されずね。ちゃんとその法の枠の中に入っているかどうかってことを、その個別の申請ごとに考慮しなければいけないってことで、それが個別事情審査義務ということになります。でね、これに関してはね、どこまでのことを書ければ今回の問題は、あの、試験交際のね、要は要望に応えた答案になるのかっていうちょっという観点から、ちょっとね、採点実感をご紹介したいと思うんですよ。 で、丸一、あの、問わぬ書き方、丸一のレジュメので、1ページに目次つけてあり、さっきちょっとご紹介した目次ありますけど、採点時間は目次にると15ページと書いてありますので、15ページをご覧ください。今の話をどこまで書けば、どの程度の評価が受けられるのかっていうのがわかると思います。ので、15ページをご覧ください。で、 あ、そうだ、これいけねい当案にあのすいません、あのね、15ページのところでね、当案に求められる水準って書こうと思ったら、推理切れちゃってるんだね。すいませんね、これね。当 <laughs> 案に求められる、これ水準っていうことです。水準ね。で、ちょっとこれ抜粋したものなんですけどね。で、この下読んでいきましょうか。15ページのね、当案に求められる水準。で、この下、最適認可の根拠法令の解釈。 本件要項の法的性質。ま、さっきった行程法5条1項の審査基準になると思うんですけどね。で、この効果っていうのはちょっと後でね、現場しか自分で、あの、しないといけないんだけど、その効果、および、えー、B 県で C 組合による後日防災保障を A に対する再責任課の要件とすることの適応性について、それぞれ的確に解き、また、総合論理的に関連づけて論じるかに、論じてるかに応じて優秀度ないし、両好度を判定したと。で、次のブロックですけども、 えー、採石法及び採石法施行規則の関係規定を的確に指摘しね。これ、説問で指示誘導されてるから。これ、ちゃんとね、内容を検討しろってね。趣旨と内容を検討しろって。まあ、そういうことで、えー、採石法及び採石法施行規則の関係規定を的確に指摘し、本件要項が指示に対し法的拘束力を持たない行政規則。さっきほら、基本知識の項目で確認しましたよね。行政規則。で、えー、あること。えー、採石法が、えー、都道府県知事の裁量を認めるものであることを理解した上で、 これ丸暗記じゃなくてちゃんと、あの、さっきの処分要件、あの、結構漠然とした要件でしたよね。で、どういう時にやっぱその農業とか林業の利益を害するおそれがないかっていうのはさ、やっぱその知事が場面場面で判断しないといけないはずのこ,ことですよ。性質。あの、その認可の性質の事柄上ね。だからそういう点で、まあ、裁量を与えてるんだろうなってことで、ちゃんと自分で、あの、処 根拠法令はね、処分庁に、再責認可の際にどういう利益を考慮するのかっていうのは、まあもちろん法律が、法律が基準になりますけどね。えー、でもまあ法律が結構漠然としてますから、まあ具体的にその法律をまあ元にね、どういったことを具体的に考慮するのかってことをある程度裁量を与えてるんだろうなって形で、自力で理解をします。場合によっては裁量が全くない行政行為が出題される可能性もありますからね。皆さんが、例えば今度受ける試験でね、条文のその文言もまあもちろん大事なんだけど、まあ実際は実質面が大事なんだよね。 結局のところ、実質面で、やっぱり処分庁に判断のこの幅を与えないと適切な処理ができないっていう時に、文言が曖昧になるんですよ。逆に、えー、その実質面で、まあ、ある意味一、一律、もう公平の観点から、例えばね、法の趣旨を実現する観点、あるいはその、えー、公平を実現する観点からしたら、これはちょっともう一律に判断してもらわないといけないような行政、えー、行為の性質の時は、その判断の余地を与えないようにするために、文言が固くなるんですよ。 だからまあ、文言ってのは確かにそこ、そのある行為が、ある行政行為が裁量行為なのかどうか、そして裁量行為だとしたら、まあそのどれぐらいの幅の裁量が与えられているのかっていうことを、えまあ考える上で非常にヒントにはなるんですけれども、でも実はその前に実質面のところがすごく大事になってますね。その実質面があるからこそ、えー、それに合わせた文言がね、えー、その立法者の方で採用してるということになりますのでね。 こういうのを本当は自分で考えなければいけません。で、それが今のね、15ページの、えっ、ー、と、下から3つ目のブロックですかね。ちょっともう一回行きましょうか。えー、15ページの下から3つ目のブロックですが、えー、採石法及び採石法施行規則の関係規定を的確に指摘し、本件要項が指示に対し法的拘束力を持たない行政規則であること。そして、採石法が都道府県知事の裁量を認めるものであることを理解した上で、本件で、えー、飼育民による後地防災保障を、えー、採石認可の要件とすることの適応性を具体的に検討していれば、とりあえず一応の正義じゃ。 この段階で、司法試験の答案って4つに分類されます。一番下、不良の答案。で、次がこの一応の推準で、その上が良好の答案。で、一番上が優秀な答案ってことで、これ一応の推順では下から2番目になりますね。というわけで、一応ここまでできてると一応の推準で、もっと点数欲しいよってしたら次のブロック加えてってことで、これ良好な答案の条件なんですけど、えー、本件要項を裁量基準と介して、その合理性を認め得るか否かが問題となることを理解した上でね。 理解ですよ。理解。丸暗記ではないですよ。えー、理解した上でね。だから問題文の,あの指示誘導の仕方や、その書きぶりから、こうやって理解をした上でね。で、この後です。えー、地元の特定の事業団体である C 組合いによる保障を求めることの合理性についてね。 具体的に論じていれば、まあこれで良好ということになりますね。まあ採石法の、ね、趣旨を実現するために、果たしてこんなピンポイントでさ、<laughs> 飼育名の保障を要求する必要があるのかって話でね、他の手段でもいいんじゃないかって話でさ、まあ県外の別の事業団体の保障とかさ、あるいはその、その申請者本人にね、 例えばなんか、教託金を、こう、まあ、こう、収めさせるとかさ。まあなんか別の手段でもいいんじゃないか。それでも法の趣旨がね、跡地防災措置をちゃんとやるっていう、その採石によって、えー、他人に迷惑をかけないっていうね、他人に危害を加えないっていう、そういった法の趣旨が実現できるんじゃないかってことを、ちゃんとあの自分で考えるんですよ。ここのところね。でそれができてると、まあ一応良好。良好な答案になれば、かなりいい点数、あの、かなりいい順位になると思いますよ。行政法だとね。そして、優秀にしたい人は、さっきのね、個別事情審査義務になります。さらにってことで、 さらに本件要項に合理性が認められるとしてもね。さっきのやら、あの枠二つやったでしょ。処分の根拠法令ってのはまあ結構でかいんでさ。で、その裁量基準ではその一部をまあ具体化したに過ぎないからさ。まあ、申請がね、その当事者の申請が裁量基準には入ってない。まあ、外にはみ出しちゃってるんだけど、でも大元の根拠法令の枠の中に入ってるからの可能性ありますからね。<laughs> そういう時はちゃんと認可してあげないとあの法律による行政の実現ができなくなっちゃうんで、認可しないといけないんですよ。でそれです。これが良、優秀な答案ですよ。 だから、行政法特典源にしたい人はもうこれね、ここまであの、やりましょうって話になります。じゃ、さらにってことで、さらに、本件要項に合理性が認められるとしても、これを一律機械的に適用することは認められずね、まあ内容の合理性に応じて、例外を認める必要があることをまあ理解した上で、これも理解です。丸暗記丸張り付けができないようにね、また同じような論点、これ繰り返し今後も皆さんが受ける試験出ると思うんだけど、丸暗記丸張り付けできないにするために何か工夫してきますからね。らもう理解をしといてくださいね。要は、この問題こういうことが聞か,れ聞かれてるんだなってことを理解しないといけないんですよ。 問題文でね。ということで理解した上でってことでね、15ページの一番下のブロックの下から、まあ、上から2行目ですね。まあ人があることを理解した上で、A の事業規模や、これはまさに個別事情審査義務だからね、その申請者の独特の個別の事情の考慮をここで初めてします。基準の内容の合理性を検討するときは、その申請者 A さんの個別の事情は見ちゃいけないんですね。えー、でもこの個別事情審査義務というのはまさに A さんの申請が法の枠の中に入るかどうか。 っていう、本当に狭いところを見てるんで、この個別上審査義務は、まあ個別で言うぐらいだから A さんの個別事情をあの見てあげ,あげます。A さんの個別事情を見て、まあその A さんの申請は裁量基準の中には入ってない。けどね、法の枠の中に入ってるかとか、っていうことを見ていくことになりますね。基準の内容の合理性ってのは別に A さんだけの問題じゃないから。<laughs> その、<laughs> 処分庁今回、まあ,あの B 県知事なんだけど、その B 県の全体の問題なんだよね。 B 検としてまずあの、こういうことを要求するのかどうかってことで、A さんピンポイントであの、見て、そういう狭い世界じゃないから、あの、裁量基準の合理性っていうのはね。なんでかってったら、A さんの事件だけを想定して基準作ってるわけじゃないから <laughs>、あの <laughs>、行政庁ね。あと、ま、そもそも A さんのことで事件になる前にはもう、すでに先に裁量基準ができてるわけですから、そういう時にあの、A さんの個別事を見ちゃいけないですよ。理論的に繋がんないから。 あ、ちなみにね、今の、あの、そのね、どういった事情をそれぞれ使えるかって非常に大事で、その基準の内容の合理性を検討する時ときと、内容が合理的だってことを前提に、今度個別事情を検討するときの事実って違うんですよ。 えー、あ,あほら、憲法で言えばさ、あの、法令意見の事案とさ、司法、あの、ね、あの、処分意見の事案の時って使う事実が違ってくるじゃないですか。法令意見の場合だったら、その立法事実を使うでしょ。その立法を支える、ね、立法の必要性、合理性を支える社会的事実はの基準にね、その、当該立法、その人権を制約する立法の憲法適合性っていうのを検討していくことになりますけれども、その処分のね、憲法適合性を検討するときは、立法事実は見ませんよね。そのまさに司法事実ってことで、その事件特有の事情を拾っていくということになりますね。まあ、もちろん、 えー、その、えー、法令意見の審査をするときでも。 処分意見の審査をするときでも、受験生は法的散段論法をしなければいけませんから、例えば、例えば、えー、いくらね、処分意見で司法事実が大事だからといって、基本立てるところまで、あの、本当に最終的な A さんがどうだとかさ、<laughs> B さんがどうだとか、そういうことやっちゃうと、あの、もう被っちゃうからね、<laughs> あの、基本立ててるところと当てはめするところがね、だから、それが法的散弾論法をするために意識的にちゃんと事実を書き分けなければいけないので、まあ、要は、簡単に言ったら、当てはめのところは本当に最終的に A さんがどうだとかっていう具体的な事実をあの拾ってくるんだけど、それを基本立てるところは意識的に若干抽象化しないといけないんですよ。他の類似の事案 法規範にも適用できるようなあそういった規範を立てていかなければいけないわけなんですけどこれ別に憲法の科目にあの限らず全ての科目でやるはずですね三段論法で法的三段論法というのはそういうものでありますから、まあ、類似の事案に適用されたときにまあ同じような結果を導くようなねそういった安定性があるものがまあそのまさに法規範として正当化できるようなものでありますからまあ、法規範をそうやって理解すると今みたいに思考思考を、ね、するはずですよね、まあ、そんな感じです。 あ、で、そう、今ね、で、事実の違いなんですけどね、あの、ちょっと私のテキストで、このページで言うとね、何ページか、この丸一のレジュメのね、ちょっと目立つように書いておいたんだよな。あったあった。32ページです。コメント、問題文の事実の質の違い、重要って書いておきました。32ページ。32ページ、コメント、問題文の事実の質の違い。 で、ちょっと見ていきましょうか。32ページね。今、書き方の丸1のレジュメ見てますからね。32ページコメントのタイトルの下で、質問1は、要するに裁量基準に従って行われた処分、えー、裁量処分の適用性が問われてますと。で、基本的な判断枠組みの理解を踏まえて、採跡認可が裁量行為であることを認定した上で、えー、裁量基準である本件要項の内容の合理性を検討し、その内容、えー、合理性が肯定された場合はね、個別事情審査義務の検討することになると。で、なお、内容の合理性を否定した場合は、個別事情審査義務の履行の有無を検討してはいけません。これ体系的におかしい とはあの、つなが理、理論的につながないからね、これはおかしな答案になってしまいますってことね。でも、まあ、出題者はなんか結論の妥当性考えた。 考えてね、多分あの、多分個別審査義務の方に入るのが多分妥当だと思ってるんでしょうね。今回の。いや、一応合理的なものとしてね。まあ、もちろん反し、それに反する答え作ってもいいんだけどね。まあ、一応、一応、おそらく取材者は内容合理的だってことを前提に個別上審査義務の検討までさせたかった可能性は高いですね。あの、さっき採点時間で優秀な動伴の条件として、個別上審査義務に、あの、やっぱり検討してることになりますからね。 で、この今のね、コメント、32ページのコメントっていうタイトルのね、2段落目なんですけれども、えー、本件の内容の合理性を検討する際は、処分の根拠法令の文言の趣旨目的、B 件において本件要項が制定された経緯を、えー、考慮することになります。ここで A に関する個別事情を考慮してはいけません。要項を作るときに A さんの個別事情なんか気にしてないから、件は。<laughs> ね。もともと A さんの事件が起こる前にも基準作ってるんで、あの裁量基準をね。 なんで、まあ、この段階で A に関する個別を言及した論述をしちゃうと、えー、裁量基準に従ってされた、あ裁量行為の適応性の審査についての体系的な理解ができてない。これある意味さ、憲法で言ったらさ、あの、法令意見の事案なのにさ、なんか、処分意見の事案みたいな感じで、司法事実使っちゃったみたいなね。そういう問案になっちゃうんですよ。だからこの事実の使い分けってすごく大事になりますから。だから書いた本人はさ、なんか、よし、よくできたみたいな、思ってても、帰ってきた結果が良くないみたいな。大体こういうところだよね。その事実の質の違いを理解してない。 憲法とかね。あの、行政法なんかも。あと、ま、他の科目でもそうですけどね。こういった事実のあの、質っていうのが大事なんですよね。こういうところがね。というわけで、一応ここにあの、書いてありますんでね。さて、じゃあ、ちょっとね、えっ、ー、と、あ、結論から、まず回答例。えっ、ー、と、この問題に対する私の回答例のページご紹介いたしますと、40ページなんですよ。ただ、さっき言った通り、これを正義と覚えても、今後の、今度の皆さんの試験には何の役にも立ちませんから、理解をしないといけないんですよね。結局、あの、 貼り付けできないようにね。既存の答案を貼り付けできないようにいろいろ工夫してきますから。指示誘導をね。なので、今日はね、あの、ここではなくてね、あの、その手前のところにちょっと思考方法を説明しているところがありますので、まあ、理解をしてほしいと思うんですよ、今日は。で、30ページご覧ください。第4の1。ここでね、ちゃんと理解をして、ちゃんと自力で、こういった問題をね、何をどの順まで書けばいいのかっていうの自力で、ちゃんと考えられるようにしてほしいんですよね。でぜひ、あの、復習してくださいね。あの、これね、とても大事な、あの、問題ですから。 じゃあそこで30ページご覧ください。えー、書き方、えー、問わぬ書き方の丸一のレジュメのね、30ページ。で、矢印のところです。まず、えー、一番上ね、30ページの一番上。えー、説問1は A が申請に、申請の際に飼育名から保証を受けていなかった場合に、えー、B 県知事が A に対して再責認可、拒否処分することの適応性を問うものですと。で、2個目のブロックですが、えー、説問1に関係する再責認可の制度の概要と問題の素材ってことで、 ま、タイトルの下見ていきましょうか。えー、説問1は、A が C 組合の跡地防災保障を受けていないことを理由に、採、えー、石認可の拒否処分ができるかと思うのだとで、回答の際は法律の行政の原理を念頭に置いてね、えー、処分の根拠法令である採石法及び施工規則の関係規定の趣旨等をね、まあ、趣旨と内容って問題文に書いてありましたけどね、趣旨等を分析して、えー、名文にないね、えー、跡地防災保障、さらには C 組合という特定の事業団体の跡地防災保障を、採、えー、石認可の要件とする裁量をね、えー、根拠法令がね、処分の根拠法令が、採石認可の 教令が処分庁で、あるるる知事にに付与してているかっここととね検討すすなりますで二段落目です。また、えー、その検討の際は、説問や会議録によるとね、で、これがね、毎年いろんな指示をしてきますから、貼り付けできないようにね、過去の答案を丸暗記して貼り付けできないように、いろんな指示誘導してるんで、そこに答えていくことによって点数もらえるんですよ。論文試験はね。 で、今回はこういう感じでしたね。またその検討の際には説明や会議録によると、えー、市組合の後地防災保障を要求する旨の本県要項の性質効果を踏まえることが、えー、指示誘導されているので、 えー、この指示誘導にもね、応えていく必要がありますと。で、この点、基本知識を踏まえると、本件要項は法令の性質は有さないが、えー、知事が裁量行為である採択認可をする際の基準を具体的に明示するものとしてね、えー、行政法上の、えー、許認可等を求める申請に対する勝負についての審査基準、あの、行手法5条1項です。としての、えー、裁量基準の性質をまあ有するものであることが分かりますことね。で、効果のことはちょっと後で考えていきましょう。とりあえず、性質の指摘はこういうふうに、あの、指摘できると思うんですよね。で、次の段落。えー 以上の分析ができれば、要するにってことでね。以上の分析ができれば、要するに説明1は本件要項に定められた裁量基準に従ってされた裁量処分の適応性をどのように審査すべきかという問題を問う出題だということになります。で、この下矢印、あの、この基本知識はさっきご紹介したとおりね、あの、裁量基準の実態的統制その1になります。ってことでね。だから、事前に、あれを理解しておかないといけないんですよ。本番の試験にちゃんとね、あの、通用するような、あの、本番の試験でちゃんと通用するような、あの、答案確認は、あれを暗記するんじゃなくて、理解をしておくということがね大事になってきますね。 丸暗記しても避けた通りね、そのまま貼り付けられないように問題はどうせできてくるから。こうやって変な誘導、変な人が怒られちゃうか。まあ、あの、その場で考える能力がちゃんとね、あるのかどうかってことを試すために、えー、もう見たこともないような指示誘導してくるからね。今回だったらまあ性質効果ってことで、まあ、こういうちょっと今まで見たことないような、あの、誘導してきてるんですけどね。そして31ページ。 えー、あ、で、これ、ちょっと行政法、行政法でちょっと気をつけないといけないものなんですけど、司法試験でも予備試験でも、あの、行政法に関してはね、対立するまず当事者っていうのが、あの、いる上に、さらに、まあ、中立的な立場の、あの、裁判所がいるんですけど、誰の立場で、その、立論をさせるかに関しては、説問で結構指示誘導されてるんですよね。そこのところ。 例えば、原告さんの立場でなんか理論しないとい,いけないような問題なのにさ、なんか受験生が個人的にさ、いや、これはもう絶対に行政側の方が正しいなんて思って、それで書いても点数くれないので、まあ、そで今回の問題は、どっちを基準にね、当事者のどっちを基準に、あるいはその中立的な立場でも、もあの、点灯を求められてるのかってことを、必ず確認しないといけません。これがね、結構、行政法の特徴これですね。これ、司法試験でも予備試験でも気をつけないといけないのね。この傾向が一番強い科目なんですよね。誰の立場でって話ね。 特にね、あの、ま、行政法を勉強してる人だぞ。 イメージは湧きやすいんだけど、結構判例って当事者に冷たい、あの、結論を出すことが多いです。あの、例えば訴訟要件を認めないで、あの、な、訴え却下しちゃうとかね。で、そういう時にでもね、えー、大体問題文が原告の立場から、こう、立論を求めるようなことが結構多いんですよ。だから判例の相場感覚からすると、これ例えば処分性がないとかさ、原告適用がないとか、そういう理由でね、なんか法案審に入る前になんか訴え却下されちゃうのかなって思えるんだけど、それをあの、あえてね、その原告さんの立場からこう、立論させるような <laughs> 問題出してくるんで、まあ頭をフル回転しないといけないよね。 でその時、原告さんの立場から何かこう、立論を求めるような時でも、一方的な主張を求めるような、あの、やっぱ説問って今まで出たことがなくて、まあ、反論を踏まえる形で、その立論が求められてくるので、だから、まあ、その場合ね、通常、まあ、例えば判例が、 こうなんか原告さんに不利なようなことを言ってるような分野のところでさ、原告さんの立場からこう、なんか立論しようとしたら、その反論が反例の相場感覚になるんですよね。まあ、その反論を反,反例の相場感覚を踏まえて、まあ、ちょっと提示をしてね。で、あとはその現場思考で、なんとかその当事者の、まあ、原告さんの立場に立ってね、一生懸命こう法律論を駆使して、えー、その原告さんが望むようなね、えー、法律構成していくっていうことになるんですけど、行政はそれを特に気をつけないといけないです。 まあ、そういうことで31ページね。えー、まあ、えー、1個目のブロック見てください。まあ、タイトルの下いきますか。まあ、H26 指向論文は、問題文の本文において、B 県の職員 E の依頼を受けた弁護士 F の立場に立って各説問に回答することが求められてます。つまり、今回は詩人側ではなく、公権力側ですね。えー、困ってる原告さん側ではなくてね、公権力側から依頼を受けた弁護士になったつもりで回答することになりますと。とただし、えー、会議録の内容からすると、ことさら公権力側に有利な実論をすることが求められている様子は伺えないので、 まあ、そういう様子があるときもあるんだけどね。あの、過去問によってはね。でも、今回そういう問題じゃなさそうなので、えー、判例や行政法の制度に関する基本知識の理解から構築される相場感を踏まえてね、まあ、女的な判断をしていけば、第二、沿った答案が作れそうだってこと。これ、これもあくまで私の個人的な感想なんですけど、答えがないところだから。あの、これはもう皆さんが過去問分析を、まあ、同じ問題でもいい。同じ問題を何回も繰り返すことによってね、まあ、大体本番の試験って、あ、こういう形で出されると多分こういうことを求めてるんだろうなってことをね、毎回理解していかないといけないんですよね。 で、次のブロックです、えー。31ページの2個目のブロックですが、質問に回答する前提、まあ、回答の際の形式面ですね。 で、中身ですけど、えー、問題文の本文、説問の中では明示されていないが、会議録において弁護士 F が A からの反論も想定した上で、えー、そうなんですよ。あの、説問1のね、本体部分のところにね、反論想定しろって書いてないんだけど、その会議録の方にね、あの、問題文の本文の後ろに添付資料がね、あの、ついてんだけど、その会議録の中でね、反論も想定した上でってことでね。で、この会議録毎年司法試験についてはついてきますね。予備試験はついていたりついていなかったり、あの、するときがあります。まあ、一応、反論を想定した上で、 えー、仮に A が C 組合による保証を受けずに再責任化申請をした場合、B 県知事が申請を拒否することが適用といるかどうかをまとめておきますと発言している。そこで、説明1に回答する際は想定される A の反論を提示してね、想定設定をした上で、えー、深い議論をすることが求められていると。過去問の傾向からするとね、反論を踏まえた上でっていうような趣旨のことがよく誘導されてくるんですけど、指示誘導されてくるんですけど、まさにそれ何のためかって言ったらね、深い議論をしてもらいたくてそうしてるんですよね。 争点設定。だから、なんか適当なところで、なんか想点設定して自分のなんか好きなことを勝手に書いても点数もらえないので <laughs>、ちゃんとその事案の本質を見抜いてあげないといけないんですよね。で、本質を見抜くときに、やっぱり基本知識の理解の深さが、やっぱ勝負なんですよ。そこのところがね。あ、例えばさ、極端な例。あの、例えば憲法でさ、また、あ、じゃあ、なんか反論を踏まえてなんか立論するような問題が出たときにさ、例えばその事案どう見ても、例えばあの、 法律上の総称の性のところが問題になん、な年いのか明らかなのにね。基本知識からしたら。それをあえてさ、受験生がもう相手になんか反論を思いつかないからもうどうしようもねえなってさ、もう、じゃあこれ法律上のそもそも法律上の総称性がないっていう反論が考えるみたいな、考えられるみたいなとを書いてあってさ、多分言ってもくれませんから。だからそういう点で、やっぱりね、どこに反論をこうね、設定するかってところは、基本知識が大事になってくるんですよね。 ま、基本知識の、ま、学説の理解であったり、その判例の、ま、理解であったり、そういうところになりますね。だから、その問題で真に解決されるべき争点設定するために、あの、反論を踏まえた論述が求められてるわけなんでね。まあ、そこは、だからね、基本知識をしっかり勉強しないといけないって話になりますね。だからよく、なんか反論を思いつけませんっていうのはね、ちょっと、あの、多分そこはね、意外と基本知識をちゃんと勉強すれば、そこは解決できると思います。ちゃんと判例をしっかり、判例の事夜も込みでもちろんね、判例の、あの、結論だけ知ってるっていうんじゃなくて、あの、事夜も大事なんですけど、まあ、ちゃんとしっかり理解することによって、そのうまく反論がね、あの、思いつくように。 なるんですよね。 あとね、今回の問題ね、説問1がね、これ、あの、配点5なんですよ。あの、31ページの2行目のブロックの下から2行目のところちょっと太字にしておいたんですけど、で、この配点割合っていうのも大事で、ま、司法試験も予備試験もね、配点割合が書いてあるものと書いてないものがありまして、書いてあるものに関しては、これすごく大事なヒントで、まあ、要は、答案全体にどれぐらいこの設問、この当該説問に関してこう、まあ、配点がされてるのがこれでわかるから、その配点に、あの、配点割合に応じただけの論述をしないといけないんですよね。 ま、ここのところがね、で、今回5なんで、司法試験10なんですよ。満点が。で、それで5だから、かなり深い論述が求められてるってことが分かります。この説問1に関してはね。だから、ま、なんかさ、さっと問題を見て、まあ、一応さっき要点はこれで分かったと思うんですよ。私の話聞いてね。なんで、ま、要点は分かったと思うんだけど、その思ったことそのまま書いても多分あの、配点5を取り切れないから、どこで深さを出すかっていう話になってくると思うんですよね。 まあ当然だから、その、やっぱりその趣旨、あの、根拠法令の趣旨目的、緻密に検討していくことが多分必要になってくると思います。あの、配点後をなるべく点数取ろうと思ったらね。で、そのことに関して、ちょっと次行きましょうか。32ページは、あの、さっきご紹介しました、あの、事実の違いね。裁量基準の内容の合理性を見るときに、あの、個別の事情を見ちゃいけないって話ね。個別の事情を見るときは、あの、個別上審査義務のときに、あの、見てほしいっていうのが、あの、32ページのところになります。そして、33ページ見てください。 設問1の回答の際に、えー、留意すべき問題の素材や回答の形式名は大体以上の通りで、で、以上を踏まえて答案構成していきます。で、今日はここ理解してもらったらいいのかなと思うんですよね。で、あとで、皆さん自分で答案、まあ、時間あったら作ってみて、一応私の回答例つけてあるからね。まあ、そこと比較して。で、もちろん私の回答例が絶対唯一の答えってわけじゃないからね。それを唯一絶対の答えと思った瞬間に、もう、あの、今の試験の対策はできないことになっちゃうからね。<laughs> 毎回、あの、問題文を見て何をどの字まで書けばいいのかっていうのは自分で考える能力が今試されてますからね。まあ、くまでも一つの参考っていうことに留めてほしいんです。 で,すけど、ね、で今はまあ理解しておきましょうで。そこで33ページの今回の回答の流れということでまず縦1。 答案、えー、の大枠の提示。C 組合の保障がないことを理由とする、採石認可の拒否処分が適用であるとの B 県側の主張に対し、A の側は採石認可の要件として根拠法令に規定されていない C 組合の保障がないことを理由にね、B 県知事が採石認可の拒否処分をすることは、これ裁量一括乱用で違法だってことでね、まあ、漁装の30条なんか根拠にするといいと思うんですけど、まあ、こういう形で、とりあえず会議録の方で反論を踏まえて、まあ、立論をしろみたいなことを言ってるから、まずここで大枠、あの、反論出してね。 一応大きな争点を設定しました。で、あとは時間があったら、その論述進めていくうちに、まちっちゃい論点出てくるから、そこでまあ反論さらにこうね、時間があったらでいいんだけど、設定できればさらに点数が、まあ、配点5なんでね、結構配点割合高いんでね、まあの、かなり満点に近い点数が取れるようになるんじゃないかと思いますね。で、今度縦に検討すべき事項の提示ってことで、 縦2の1個目のブロックですが、飼育名の保証がないことを理由と、再責認可の拒否処分が適用というには、再責認可の根拠法令ね、各処分の根拠法令が、採責認可に飼育名の保証を要求する裁量を知事に付与していると言えることが必要ですと。まあ、まずこれ指摘してほしい。で、次のブロックですね。縦2の2個目のブロックですが、 えー、再責認可に、CQ 名の保障を要求する本件要項は、申請に対する処分である再責認可の審査基準ね、協定保護条1項の性質を有することや、あとあの、例の効果、こういう形で触れることにしました。これが本当の答えかどうかわか,かんないんだけどね。まあ一応こういう形で、えっ、ー、と、2個目のブログの2個目、本件要項の内容が、 根拠法令の趣旨目的に合致するものとして合理的なものと言える場合は、本件要項に従って、c 域名の保障がないことを理由にされた、採責認可の拒否処分は、これ原則適用にする効果って形で、これ現場思考なんですよ。で、これが答えかどうかはわかりません。あの、自然の死にも採点時間にも書いてないから。なので、これを毎回考える必要があるわけね。ここ暗記する勉強した段階で、えー、もう今の試験に合った勉強はできないことにな,してな,いことになっちゃうから こういうのを現場思考させる。ために手を変え、品を変えね。同じ論点は繰り返し聞くんだけど、指示誘導を工夫してくるからね。だってこういうのを一部考えるんですよ、ね。で、今日冒頭言った通り、一般的な話として冒頭言った通りさ、なんか知識があるのに論文試験の点数がなかなか上がんないっていうのは、問われてることに答える意識がない。これだったら、例えば、せっかく性質と効果を踏まえて論じろって指示誘導されてるのに、そこを無視しちゃう。で、好き勝手に、えー、書いちゃうね。ことやっちゃうと、知識がどんなにあっても点数伸びないんですよね。 結局指示誘導に答えたところに点数配点されてるから、本番の試験はね。だけどそこは十分気をつけてください。そして、今度次です。34ページ。縦3。十四ページ、縦三で、一応タイトルとしてはね、最適認可の根拠法令が知事に付与した裁量の範囲ってことで、ここであの、要項の内容の合理性を見ていきますね。まあ、さっき言った通り、あの、要項がさ、法の趣旨にあの、合ってるんだったらさ、その要項に従ってした処分は適用になりますのでね。まあ、そういうことで、あの、そういうことをあの、検討するために縦3を検討すると。 で、縦3の1個目のブロックですが、まあ、上記2で指摘した本件要項の内容が根拠法令の主目的に合致するものとして合理的なものと言える場合に当たるかを検討しますと。で、本件要項の内容の合理性が認められるためには、処分の根拠法令が再責任課の際に後地防災措置の内容として、地域名の保障を要求する裁量を知事に付与していると言えることが必要になります。そこで、処分の根拠法令の主目的を検討して、根拠法令が知事に付与した裁量の範囲を具体的に検討することね。ここがだから結構拝見されてんじゃないかと思うんだよね。これ五もくれてるから、十のうちもくれてるから、この説問。 ここをど、どれだけ緻密にね、いけるか、あの問題文とあの根拠法令が、せっかく個別法令ついてるからね、あれ駆使してどこまで緻密に検討できるかって話だと思いますね。さて、で、この下、内容の合理性ね、あの、見るとき、考慮層、えー、一応、カッコ1、カッコ2って形でちょっと大きく分けました。で、まず、カッコ1のところなんですけど、まず処、処分の根拠法令の趣旨目的です。カッコ1って書いてあるところの下のブロック見てください。ちょっと長いんですけどね。 ま、見ていきましょうか。えー、本文において、最責任下の根拠法令として、その意味内容を解釈する、核となる法令は、さっき俺一緒に条文見た、あの、通りです。 えー、採石を行うには、採石計画を定めて指示の認可を受けることを要求する法33条。これがあの処分の大元の根拠法令なんでしょうね。でもさっき言った通り、ここ見ても対立利益がわかんないんですよ。<laughs> どういう利益を調整するためにね、法が、あの、処分庁にその認可権限を与えてるのかどうかがわかんないから、そこでもう一つ、えー、3行目、他人に危害を及ぼし、または農業、林業等の利益を存じ、工業の利益に反すると認めるときは、認可はしてはならない旨の認可基準を定める法33条のね、これ皆さんさっき一緒に見たやつね。 この辺が核になると思いますね。今回は、その根拠法令の趣旨目的を読み取るためのね、解釈するときの核になると思います。である。で、この後、えっ、ー、と、5行目の終わりから6行目ですかね。まあ、認可基準を定める法令は、処分の際に処分庁がコールすべき対立歴を読み取ることができることが多いため、まあ、とても重要ですと。で、処分の根拠法令は、採石計画、 最終計画を定めて知事の認可を受けることを要求しているため、最、え、終、ー、計画の内容として後地防災措置を、えー、定めることを要求する法33条の2、第4号とか、えー、採適認可の根拠例の意味内容を解説これもね、えー、参考にできますと。で、また、えー、認可の手続き的要件として認可に申請を要求する法33条の3は、えー、処分の実態的な要件を定めたものではないので、まあ、処分の根拠例、えー、そのものとは言えないが。で、これがまさに、あの、先生の指摘ね。あの、まあ、別に26年の問題題題にしてるわけじゃないんだけど、まあ、令和4年の司法試験、あの、題材にね、えー まあ結構ね、令和4年のステップシーンで書いてあることはおかしいんだろうことを結構明確に書いてあるんですよね。で、まあそこでね、処分の根拠例そのものとは言えないが、処分の根拠法令が処分の際に処分庁に対してそのような手続き的配慮をして、認可の許可は、えー、拒否をね、決める裁量を付与していると解釈する際の参考になりますということね。こういう手続き手って、まあ処分の根拠例そのものではないんだけど、処分の根拠例の意味ない解釈するときの一応考慮要素にはなり得るんですよね。まあそういう形で繋げてあげます。で、次の段落。えー、以上の法令の規定は、 えー、説問一を検討する際の一例に過ぎずね。まあ、他にも、あの、まあ、資料いっぱい条文ついてましたからね。他にも、ま、いろいろあります。ただし、えー、ま、紙面と試験時間の限界から、答案上上記の法令の全てに言及することが困難な時はね、まあ、東案に適時すべき条文の優先順位を考えて、説問一の処理との関係で特に重要な根拠法令に絞り込んで適時すると。 で実際の本番の試験多分これやんないと時間が絶対足んなくなりますから。あの、資料にだって条文いっぱいついてますから、あの、何条から何条までってね、いっぱいついてますから、あんなの全部書くこうとしたら絶対時間足んなくなりますので、特にね、大事な条文っていうのをこうやって見極めないといけないのね。やっぱその処分の大元の、えー、根拠法令とね、で、そこがちょっと漠然として対立利益が読み取れなかったら、その実体面で対立利益を読み取れる条文、そこが大事になりますよ。今後はね。 で、ちょっと今日は35ページは飛ばしまして、もう一つの考慮要素。内、あの、要項の内容の合理性をどういう観点から検討するといいかって話なんですけどね。まあ今、処分の根拠例の趣旨目的の解釈ですね。そして36ページ、に、えー、本件要項が定められるに至った社会的な事情。 になります。で、これ A さんの個別事情は見ちゃいけ,いけませんね。なんでその B 県においては C 組合の保障っていうね、B 県にまあ存在する特定の事業団体なんだけど、なんで B 県に限ってはそういったことをあの、まあ要項で定めたのかってことで B 県全体の話を見てあげるんですよ。で、 えー、例えばこの例としては、採石業の特徴、あとは後で見てもらえればと思うんだけど、会議録の上から3つ目の発言とか、本件要項に制定さ、本件要項の制定された背景ね。まあ、実際なんか後地防災措置がね、あのうまくこう、なんか履行されないことが結構多いということでね。えー、そして B 県における跡地防災措置の現実の履行状況の問題って、まあ、特にあの B 県やっぱそういう問題が特に強いっていうことでね、まあ、そういうことがいろいろ言われてました。 で、この辺のところからこの下の矢印のところですけど、今回の回答例では、その今見たカッコ1カッコ2を考慮して、えー、知事の裁量の範囲を検討した結果、処分の根拠法令は後地防災措置の内容として、 後地防災措置っていうのは、一応法令から読み取れるんですけど、後地防災措置の具体的な内容としてさ、市域組合の保障っていう、そんなピンポイントで要求するところまでの裁量があるのかって話なんですよね。でそこで、後、えー、地防災措置の内容としてってことで、矢印の2行目ね、後、えー、地防災保障を要求する裁量。で、ここでまずね、後地防災措置から保障にまず変わってますから。まず、保障っていう形じゃないといけないのか。 そしてさらに、じゃあ、保証を要求する指示が読み取れるとしても、市域組合の保証っていう特定の事業団体ね、そんなピンポイントでまで要求するところの裁量まで、法が処分庁に与えてるのか、そこまで検討すると多分あの5に近い点数取れるんですよ。で、ここ雑にしちゃうと5を取りきれないっていう話になってるんですよね。だから、配点割合が高いときはこうやって緻密にね、一応根拠法令は跡地防災措置を要求してます。採石認可の際に。で、跡地防災措置って書いてあるだけで別に保証って言葉使ってないですから。 まずそもそも保証を要求することを法が許してるのかどうか。で、仮に許してるとしても、その保証をさ、C 組合の保証という特定の事業団体の保証まで、こんな限定するところまでね、ね <laughs>、えー、そこまで法が許してるのか。そこを自分で考えるんです。これあと自分で考えてもらったらいいと思いますね。 で、仮に、これ内容合理性があるんだとしたら、今度個別事情審査義務の話に入っていかないといけないんですけども、一応優秀な答案の条件になってました、今回の問題はね。だから、おそらく出題者の方がこの事案は内容合理的なんだってことを多分前提にしてる可能性があります。あの、価値判断的にね。まあ、本当にそれが正しいかどうかっていうのはちょっと別ですけど、まあ一応一つのヒントにはなるんじゃないかと思うんですよね。まあ、試験構成には常に正しいってわけでもないんですけどね。で、仮に内容合理的だとしたら、今度個別事情審査義務で37ページ、ここ見て終わりにしましょう。 えー、縦4個別上審査義務で1個目のブロックですが、C 育名の保障を要求する本件要項の内容が、最責認可の根拠法令の指示目的に適用するものとして内容合理性、肯定されるとしても、C 育名の保障はもともと根拠法令が必須のものとして明示的に要求されてないものであることを考慮するとね、C 組名の保障のない A の申請が根拠法令の指示目的に適用する限り、知事は法律の行政の原理からね、A の申請、 を認可しなければいけない。そこでってことで、で、5行目の選挙であるところですかね。えー、知事は A の申請が根拠を例の C 目的に適合するかについて、個別的に審査ね、まあ、コールする義務を言い、えー、申請が法の趣旨目的に適合していると判断したときは、A の申請を認可する処分をする必要があると。で、知事がこうした個別上審査義務、で、沖津先生個別上審査、あ、個別上考コール義務って言葉を使ってましたんで、一応併記しておきました。最近流行ってるから。 これ、あの、先月、売り出されて、すぐ売り切れになっちゃってね。で、私、あの、初版買えなかったんですよ。で、すぐ増刷決定して、あの、また売りに出されて、やっと買えてね、もう良かったと思ったんだけどね。で、そこでも読みまくってましたけどね。最近これをずっとね、今日の朝も読んでたんですけども。まあ、えー、個別事情コール義務を尽くさずに拒否処分することは、処分の根拠法令が知事に付与した裁量を一括乱用するものとして違法になるれたかとね。一応今回の個別事情ね、まあ、二個目のブロック一応ご紹介しておきましょうか。後で自分でね、ちょっと検討してもらえるものですよ。 えー、申請者 A に関する個別事情を問題文から抽出する。A に関する個別事情としては、例えば、問題文の本文のしかしの段落に、えー、小規模な事業者の多い B 喧嘩の採石業者の中では、突出して資本金の額や事業規模が大きく、えー、経営状況のが良好な会社なんだって、A がね。なんで、採石営業に定められた後地防災事情を実現することに資金を確保しているので、これ保証を受ける必要はない。これ A さんこれ主張してるんですよね。 なんで、これを考慮して、A さんの申請についてはね、これ、飼育名の保証がなくても、もう認可していいのかどうか。まあ、そういうところをこう、検討することが必要になってきますね。で、この比較のところは繰り返しになるけども、あの、使える事実の質が違うよってことね。内容の合理性を見るときと、この個別上を審査するときとで使える事実が違うので気をつけてくださいよということになりますね。個別上審査義務のところだけちょっと回答例、一応見ておきましょうか。で、そこで終わりにしましょう。42ページ、まずね、規範定律部分のところが、えー、 40年、ね。1ページの、41ページの一番下、縦4の括弧に、ここ、基安定率部分になりますね。 で、ちょっと見ていきますね。たって、えー、41ページの一番下の縦4括弧コリで、まあ、A の反論を踏まえて拒否処分が適用かを検討するタイトルの下で、C 組合の保障は認可の根拠例の明示いないものなので、知事は A の申請を個別に審査した上で C 組合の保障がなくてもね、えー、岩石採取に伴う災害を防止する、との法の目的を達成できると判断した場合は、C の採石の自由を制約すべき対立利益が存在しないものとしてね、これリーコールの発想です。対立利益をね、考慮するって発想です、えー。C の申請を拒否することはできないはずだと。で、上記の場合になされた拒止処分は、まあこれ違法だと。ちょっと まあ、詳細活躍しますけどね。で、当てはめのところですが、次のページで42ページ。で、括弧にこれ当てはめです。個別上審査義務。本も見ると、A は B 喧嘩の採生業者の中でも突出して資本金の額や事業規模が大きく、えー、経営状態良好な会社で最終計画に定められた跡地防災措置を実現できるようにね、資金確保していると。なんで A については C 級名の保証なくてもね、法の目的達成できるため、えー、本件挙手処分は違法。だから、まあ、A についてはも申請認めてやらなければいけないんじゃないかって話なんですよ。ただ、この後しかしで、 まあ一般に新型ウイルス。まあ、コロナウイルスをちょっと想定してますけどね。この今のご時世なんでね。まあ、一般に新型ウイルスの影響により、よる事業の不振や大地震などの大災害がよ、えー、予期せず発生することにより、これまで経営状態が良好な会社が突然倒産することは社会常識的にあり得るということでね。これ昨今の,あのコロナね。まあ、最近落ち着きましたけどね。<laughs> あの数年前までや大変でしたけど。まあ、そういうことで。 現時点では、まあ、経営状態、A、が良好であってもね、A の5年間の認可期間が満了するまでに、将来の社会状況の変化による A 社の経営状,況は状態は悪くなりね、後地防災措置に必要な資金確保できなくなる可能性は否定できないってことでね、従、まあ、って A が飼育名の保障を受けなくても、岩石採取に伴う災害を防止するという法の目的を達成できるとは言えずね、えー 原則通り、飼育名の保障がないことを理由にされた本件挙手は適用ってことでやりました。で、これ、あの、答え別に違法でもよくて、その場合は、えっ、ー、と、45ページ E を見てください。あの、仮に、えー、そもそもね、あの、 内容の合理性を否定したいって人もいると思うんですよ。あの、飼育名の、そんなピンポイントでさ、特定の事業団体の保障を要求するっていうのは、まあ、そも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 内容が合理性じゃない、ないんじゃないかって人もいると思うので、で、その人は気をつけないといけないのは、理論的に個別事情審査義務のことはもう絶対書いちゃいけないから、で、そこで5を取ろうとしたら、頑張らないといけないんですよ。その内容の合理性のところの検討をもっと緻密に、あの、個別事情審査義務を、えー、また検討したい。 あ人よりももっとしっかり検討しないと、配点割合5を取れないので、気をつけてくださいなんて話になってきますね。だから、ま、答えは、あの、結論は人それぞれでいいと思います。が、まあ、その自分の筋がどうなるかによって、どこにこう、肘を置いて書かなければいけないのかってことは、意識しておく必要があるということになりますね。というわけで、ま、今回ちょっとだいぶ早口になってしまいましたけど、まあ、いたい答案の書き方ってこんな感じなんですよね。とにかく、まず必要な知識を身につけましょう。その、答案をね、作る前提として、それを、えーね、作るために必要な基本知識をまず理解しましょうって話と、あとは過去問をまあ使ってね、しっかり 演習しましょうってことで、まあ、そんな感じでしっかりと頑張っていっていただければというふうに思います。じゃそんな感じで今回の講義を終わりにします。どうもお疲れ様でした。